著者、菊池貫。土読、七味春頃。あだうち三体。その一。越のみや永平寺にも爽やかな初夏が来た。冬の間、日ごと日ごとの雪寒に、雲水たちを苦しめた雪も、深い谷間からさえ、その後を絶ってしまった。 十一胸の大仮覧を囲んで、チクチクと天を増している老山に混じって、土地やケヤキが薄緑のみずみずしい芽を吹き始めた。山桜は散り果ててしまったが、野生の富士が木々のしずえに絡みながら、ほのかな紫の花房を豊かに垂れている。有意念にも、騒動の生活が、 ようやく慣れてきた。参入当時の座禅やサムの苦しさが今では夢のように淡く薄れてしまった。行天の座禅にトロトロと眠って巡行の協作を送ることも数少なくなった。小虫の国の心霊に床を蹴って起き上がることもあまり苦痛ではなくなった。午前、午後のサム、日中不吟。 年教、やざも、日常の生活になってしまった。系統を許されたのが、去年の下月であったから、暗号はまだ半年に及んだばかりであったけれども、有年の年頭からは、諸々の猛年が、現れるごとくに消えていった。真珠はもとより魅了であったけれども、真、隅、木、冴えた行天の座などには、 物種子が知らず知らず増殖して、かすかながらもご通りに似たひらめきが浸透、巨来することがあった。親の仇を求めて六十余州を血眼になって尋ね歩いた過去の生活が悪夢のように思い出される。父親を撃たれた時の激怒、復讐を誓った時の悲壮な決心。 それが今でもまざまざと思い出されるが、もう実感は伴わない。四五年の間は関東関西と沖のように駆け回った。が、そのうちにこんなに焦っても時期が来なければ打てるものではないと考えた。彼は江戸に腰を落ち着けて二年ばかりゆっくりと市中を訪ね歩いた。が、 仇の噂をさえ聞くことができなかった。彼はまた焦り始めた。江戸を経って久しぶりに東海道を登ったのが元禄三年の秋で、故郷の松江を出てから八年目。彼は三十の年を迎えていた。機内から中国、九州と探し歩いたそれからの三年間にも、彼は敵に巡り合わなかった。 江戸を出るときに用意した百両に近い大金も彼が赤間川関の旅宿で風の君で床についたときには二種金が数えるほどしか残っていなかった。彼は門付けをしながら中国筋を登って何話へ出るまでに半年もかかった。何話表の倉屋敷で彼は国元の母からの消息に接した。母は 自分が老衰のために死の近づいたのを報じて、彼が一日も早く仇を打って帰参することを朝夕念じていると書いていた。彼は母の消息を手にして心が痛んだ。十一年の間、虚しく自分を待ちあぐんでいる痛ましい母の心が彼を悲しませた。彼は新しい感激で、 山戸から伊勢へ出て、伊勢から東山道を江戸へ下った。が、仇らしい者の,の影をさえ見なかった。尋ねあぐんだ彼は、しようことなしに、奥州寺を仙台まで下ってみた。が、それも徒労の旅だった。江戸へ引き返すと、薄い峠を越えて信濃を経て、北陸寺に出て、金沢百万石の城下にも足を止めてみた。 が、その旅も虚しい深苦だった。大海から京へ登ったのが元禄九年の冬の初めである。国を出てから十四年の月日が虚しく流れていた。故郷の空が矢もたてもたまらないように恋しかった。二十二で故郷を出た彼はすでに初老に近かった。母が恋しかった。 安易な家庭生活が恋しかった。無味単調な仇討ちのたびに彼はもう飽き飽きしていた。が、一旦仇討ちを志した者が仇を打たないでおめおめと帰れるわけはなかった。雪暮れて辻堂に寝た時とか、汚い宿にく日も振り込められていた時などには彼はつくづく仇討ちが嫌になった。 彼は、いっそ、今日か何はかで、町人になり下がって、国元の母を迎えて、のどかな半生を過ごそうかとさえ思った。が、少年時代に受けた侍としての教育が、それを許さなかった。彼は自分のブーのつたなさが、しみじみ感じられた。それと同時に、自分の生涯を、 これほど呪っている父の仇が恨めしかった。彼は仇に対する憎悪を自分で奮い起こしながら、またまた二年に近い間、機内の諸国を探し回った。何場の倉屋敷で国元の母が死去したという知らせを得たのは、彼が三十八の年である。故郷を出てから十六年目であった。 恐ろしい空虚が彼の心を閉ざした。すべてが煙のように虚しいことに思われた。先進バンクのうちに過ごした16年の旅がバカバカしかった。敵に対する憎悪も武士の意地も暴風への降雪もすべてが白々しい夢のように消えてしまった。彼はまもなく何話に近い 騒道の末寺に入って得度した。そこで一年ばかりの月日を過ごしてから、雲水の旅に出て、古史の宮間を志してきたのである。真意の念が現れた唯念の心には、古坦な求めの道の思いしか残っていなかった。長い長い仇討ちの旅の生活が、別人の生涯のようにさえ、 思われ始めた。その日は、ゆいなおしょうから、まきさむのおふれが出ていた。ほからかな初夏の太陽が、老散を漏れて、湿っぽい青ごけの道にも、明るい冷やしがさしていた。百名を越している大衆に、薬草たちも加わった。皆は、思い思いの寒えをきて、裏山へ分け入った。 ボロボロになった朝衣を着ている者も,もいた。袖のない綿衣を着ている者も,もあった。うんすいたちの顔が変わっているように、明々の寒いも変わっていた。ゆいねんには初めてのマキサムがなんとなく嬉しかった。彼は騒動の生活に入って以来、両腕にみなぎってくる力の過剰に苦しんでいた。 ソムが切ってあった生木を彼は両手に抱えきれぬほどの束にした。二十貫に近い大束を軽々と担ぎ上げた。勾配のかなり激しい坂をかけるように下ってきた。二十軒ばかり勢いよくはせ下った彼は先に行く運水を追い越すわけにもいかないので速度を緩めた。その男の担いでいる束は 彼の束の三分の一もなかった。が、その男はその束の下で、危うげに足を運んでいる。広い道へ出るまでは、追い越すわけにはいかなかった。彼はその男について歩いた。見ると、もう六十に近い老人である。動産の大衆ではなく、薬草であることがすぐわかった。 半丁ばかり後からついていくうちに、彼は老荘の着ている寒いに気がついた。老荘の寒いは、その男が在属の時に来た黒門付きの羽織らしかった。その羽舞たえらしい生地が、多年の寒に色が褪せて真っ赤になっている。門のところだけはすびれ消したと見え、変に黒ずんでいる。 ゆいねんはついおかしくなって思わず微笑を漏らした。が、ふとその刹那にこの人のもとは侍だったなと思った。彼は何気なくその墨で黒ずんでいる門を見つめていた。それは、ほとんど消えかかっているけれども丸の内に二つの窯が並んでいるという珍しい門だった。 有年の全身の血が急に湧き立った。二つの釜が並んでいる門。それは彼が過去十六年のあだうちの旅の間、夢にも忘れなかった旧敵の門である。死の仇は、召し抱えられてから間もない深山であったため、部屋住みだった彼は、ただ一二度顔を合わしただけである。その淡い記憶が、 幾年と経つうちに薄れてしまって他人から聞いた人相だけが唯一の手がかりであった。その中でも敵の珍しい門所と父が敵の右顎に与えてあるはずの無念の傷跡とがめぼしい証拠として彼の念頭を離れなかった。彼は先に行く侍、すれ違う侍、隣り合わした侍、そうした人々の門所を 血走った目で、幾度か睨んだことだろう。ユイネンは、担いでいる薪束を放り出して、老荘の首筋をぐいっと掴んで、その顔を振り向けたい気がした。彼は、右の顎を見たかったのである。十六年の苦しい旅の朝ように、敵に対して抱いた呪詛と像とが、むくむくと蘇ってきた。が、すぐに彼に、 反省の心が動いた。一旦、真意の心を捨てて、弁道の道に勤しんでいる者が、仇の門所を見たからといって、心を乱すべきではない。それは、捨て去ったはずの煩悩にとらわれることである。まして、広い日本国中に、二つない門所とは限っていない。 故郷の末江でこそ珍しい門所でも、他国へ行けば数多い門所であるかもわからない。実際、江戸の町住まいをしたとき、通りがかりの若衆が同じ縄文をつけているのを見て、諏訪や仇の縁者とばかり後をつけて行って、彼が仇とは縁もゆかりもない、旗本の三男であることを突き止めたことさえある。 おそらく、この老僧も、かの若衆と同じ場合であろう。十六年の間、もがき苦しんでも、開口しえなかった仇に、得度した後に、五道の妨げになるようにと偶然合わせるほど、天道は無慈悲なものではあるまい。もしまたそれが、昇進の敵であったとして、自分はどうしようというのだ。 創業になっている身で人を殺すことはできない。一旦、減族した後、創業になっている仇を撃って、めでたく帰参しようというのか。おめおめと仇を打ち得ないで出家した者が、仇が見つかったからといって、減族することは、そのこと自身において、卑怯である。帰参の時に、 一旦創業になった言い訳が立つわけではない。彼は、ともすれば乱れ立とうとする心をじっと抑えた。老僧が薪玉を右の肩に担いでいるために、右の顎が隠されているのこそ幸いである。彼は、その右の顎を見舞いと思った。ちょうどその時に、彼は広い道へ出た。彼は、 呂奏の方を振り向きもしないで、一目散に駆け抜けた。が、殿堂は皮肉に働いた。昼時の行祭が終わって、再び薪サムが始まった時である。彼は燃え上がろうとする猛年の炎を制しながら薪束を作っていた。彼は不足している薪を集めようとして、 周囲を見回した。けん軒彼方に生えている茅の木の向こうに、切られたその枝が渦高く積まれているのを見出した。茅の木の下をくぐって彼が向こう側へ出た時である。今までは心づかなかったその木陰に、昼前の老葬がうつむきながら薪を束ねている。と、思った刹那。 同僧は彼の足音を聞いて半身を上げた。彼は嫌でもその顎を見ずにはいられなかった。傷が古いために色こそ合わせていたが、右の口元から顎にかけてかすった立ち先がありありと残っている。おなれ彼は口元までそんな言葉がでかかった。が、彼の同心は勝った。彼は一瞬の間、 ロスを見つめると、キビスを翻して、自分の巻き束のところへ帰った。でも、彼の心は容易には収まらなかった。彼は巻き束の中の太い棒を見ていると、それを真っ向に振りかざして、敵の坊主頭を叩いてやりたかった。まだ一年と暗号していない彼の同心は、 ともすれば崩れかけた。彼は足元の薪束を傍然と見つめながら迷った。迷った末に彼はかろうじて自分の盲襲に打ち勝った。が、自分の心が不安でならなかった。一旦は思い捨ててもどういう機会、再び盲年にとらわれるかもしれない。 どんな弾みで相手を撃ち殺すかもしれない。彼は自分の同心の勝利を何かに誓っておきたかった。二度と再び未練な猛襲にとらわれないために何かに誓っておきたかった。それは仇の牢騒に打ち明けておくよりいいことはないと考えついた。 在属の檻の猛襲として話しておこう。そして、現在の自分がそれに打ち勝ち得たことを相手に話しておこう。そして、敵の手を取って心よく笑おう。仇にそれと明かした以上、どんなに猛襲の力が強くとも、継がえた言葉を破ることはないだろう。彼はそう思うと、出来上がった薪束を痩せた肩に担ぎ上げて、 歩み去ろうとする老僧を呼び止めた。何ごよ。彼は仇の言葉を初めて耳にしたのである。また心が乱れようとするのを抑えた。奇僧に聞きたいことがある。何じゃ老僧は落ち着き帰っている。夜の儀ではない。奇僧は元雲州松江の範疇にいて、 うがい八大うとは申されなかったか。僧の顔色は動いた。が、言葉は爽やかであった。お言葉の通りじゃ。しからば、重ねて尋ね申す。奇想は、松江におわしたとき、同家の山村武兵を撃った覚えがござろうな。さすがに、同僧の顔色は変わった。が、 言葉はなお神妙であった。なかなか。して、そこもとは何人におわすのじゃ。ロッソーはかなり咳き込んだ。ユイネンは勤めて微笑さえ浮かべながら言った。グザは、今申した山村武兵のせがれ、道明ブタロウと申したものじゃ。恩味を仇とつけ狙って、 日本国中を返暦いたすこと、十四年に及んだが、部分つたなくして合わざること、是非なしと諦め、かような姿に何もしたのじゃ。老僧は、老眼をしばたたいた。近頃、神妙に存ずる。愚僧は、今申した通りのものじゃ。ご自分の父を打って、松江表を立ち抜き、 その後、諸国にて新章を稼ぎもしたが、人を殺した報いは敵面じゃ。いずこうにてもありつく方なく、是非なく出家いたしたのじゃ。ここで恩みに巡り合うたのは、天運の定まるところじゃ。創業なれども、死災はござらぬ。存分に、おうちなされ。老僧の言葉は、晴れ晴れしかった。 ゆいねんは、寂しい微笑を浮かべた。撃つタたルる,るは、在賊の折のことじゃ。互いに出家、赦問の身になって、今更何の意志が残りもそうぞ。ただ、恩みに核いなきようにと、核は打ち明けもしたのじゃ。仇を撃つ所存は、元ござらぬわ。ロッソーは、は折り返していった。いやいや、さようではござらぬぞ。 ここはご自分よくよく覚悟あるべきところじゃ。我らは心象のありつきなきための是非なき出家じゃ。ご自分は違う。我らを打ち申されて起算なさるれば、本領安堵は疑いないところじゃ。その上、我らを許して暗号を続けられようとも、現在親の仇を目前においては、所詮は御同の妨げじゃ。 盲衆の源じゃ、真珠の良質などは、思いも及ばぬことじゃ。在属の檻ならば、なかなか打たれ申す我らではないが、かような姿なれば、手向かいはつかまつらぬ。そうそう、おうちなされ。牢騒の言葉は、道理至極だ。有念は、牢騒を撃とうという、激しい誘惑を刹那に感じたが、 それにもようやくにして打ち勝った。はっはっは。何を申されるのじゃ。この後に及んで武器の頓着は一切無用じゃ。具装はもはや分別を極めもした。恩身を仇と思う盲念は一切立ち申す。もし奇僧にお志しあらば、暴風の御尚母台をお弔い下され彼はそう潔く言い放つと、 両手にも余る巻き束を軽々と担ぎ上げながら、未動の倉庫を挿して、一三に駆け下った。巻きサがあったために、その夜は、やざ各景の触れがあった。それは、夜の座禅の休止を意味していた。が、ゆい年には、その夜は、大事の一夜であったから、自分一人、単全に打挿した。 林丹の雲水たちが愛集まってホラを吹いているのも海にかけず、座禅三昧に心を浸した。いかに出家の身であるとはいえ、眼前にある父の仇を許したということが、必要な解魂となって浸透を巨来したが、それがいつの間にか薄れてしまうと、神々しい白妙が心の内をほのかに照らすような心持ちがした。 諸行の来たことを報ずる皇天の太鼓と共に、いつもは大衆と共に朗読する俯瞰座禅儀を口の内で唱えた。酵素開白の霊場で、酵素の新血の魚作たる座禅儀を廃傷するありがたさが彼の心身にひしひしと染み渡った。彼が海鎮版の鳴るのを合図に座禅の膝を崩すまで、 彼の心は初夏の夜の空のように澄み渡って、一片の盲年さえ後をとどめていなかった。激しい薪キの疲れのために、林炭の恩水たちは、運びつから布団を取り出して、それに包まると、まもなく一斉に寝入ってしまったのだろう。十四軒、四面の広い騒動の賢か,からも、ここからも、 座禅のために澄み切った心が、いつまでも、いつまでも続いた。が、根の濃くが近づくと、つい、とろとろした。彼は、夜半何事となく、ふと目覚めた。よいから、右の肩を下にして続けていたためだろう。右半身がしびれたようにいたんだ。彼は寝返りを打とうとした。が、 不思議に彼の体は動かなかった。彼は目を開いた。彼は自分の顔の上におぼろげながら人の顔を見た。西岸の前の透明の光しかない。このぐらい道内ではそれが何人であるか容易にはわからなかった。が、相手は彼が目覚めたのを知ると明らかに老媒した。 彼はその老媒によって相手が昼間の老僧であることが分かった。それと同時にその老僧の右の手に研ぎ澄まされたカミソリがほのじろく光っているのを見た。が、彼にはそれを防ごうという気もなかった。向こうから外心を挟んできたのを機会に相手を撃ち取ろうという心も起こらなかった。ただ、 自分が許し尽くしているのに、それを疑って、自分を害装とくわだった相手を憐れむ心だけが動いた。が、それもすぐ消えた。彼には右半身の痺れだけが感じられた。愚僧はよいより、右肩を下につけ、疲れます。寝返りを許され。彼は、口の内でつぶやくように言いながら、 狭いいつもの布団の中でくるりと向きを変えた。夢っとも、うつつともない瞬間の後に、彼は再び深い眠りに落ちていた。薬草の一人が永平寺を蓄電したのは、その翌日である。その二。 えちごの国、かんばらごおり、しばたの上州、みぞぐちほうきの神の家来、鈴木忠次郎、忠三郎の兄弟は、仇討ちの旅に出てから八年ぶりに、親の仇、和田直之進が、ケー室町市場上がるに、子供石の看板を掲げて、和田順安という変名によう忍んでいるのを探り当てた。それをはじめに知ったのは、 弟の中三郎であった。二度目に上方へ登ったとき、兄弟は京都大阪に分かれて宿を取った。別々に仇を訪ねるための便宜だった。弟の中三郎が三条通りを何気なく歩いていたとき、彼は町屋の軒先に泊まった医師のそれらしいカゴを見た。カゴのタレを内から掲げながら、 立ち入れた双発の男を見たとき、彼は嬉しさのあまり踊り上がりたかった。それは紛れもなく和田直の心だった。彼は即座に名乗りかけて打ち果たしたいと思ったが、兄のことがすぐに心に浮かんだ。八年の間狙いながら肝心の場所に居合わさない兄の胸を想像すると、自分一人で手を下すことは、 思いもよらなかった。彼は流行る心を抑えながら、直の心が再び籠に乗るのを待ったのである。彼は敵のありかを突き止めると、小踊りしながらすぐに京を立って、伏見から三十国で大阪へ下った。が、その夜遅く、兄の宿っている高麗橋の田元の宿屋を訪ねたとき、 不幸にも兄がヤマから奇襲へ回ると言いおいて三日前に出発したことを知った。彼の落胆は甚ははだしかった。彼は油で煮られるようなイライラしさで兄の寄宿を七日の間虚しく待ち明かした。それでも兄の中次郎は八日目に標然として帰ってきた。兄は弟から 仇発見の知らせを聞くと、涙をこぼして嬉しがった。兄弟はその夜のうちに大阪を立って、翌朝未明に京へ入った。が、翌朝、弟が仇の家の様子を探るため、その家の前を通った時、意外にも、気中の札が半ば閉ざされた門の扉に貼られてあるのを見た。 弟は愕然とした。彼は慌てふためきながら、臨家について死者の何人であるかを聞いた。死んだ者は、紛れもなく、わだ直のんであった。弟は最初、それを容易には信ずることができなかった。自分たちに発見されたのを気づいたために、自分たちを欺こうとする。 敵のはかりごとではないかと思った。が、弔問の客の顔にも、近隣の人々の振る舞いにも、死者を痛む心がありありと動いていた。直の心の死を疑う余地は少しも残っていなかった。兄弟はその夜、三上小橋の宿屋で愛用して同国した。短気でわがままな兄は、弟が見つけた時に、 なぜ即座に打ち果たさなかったかを責めた。が、その叱責が無理であることは、叱責している兄自身がよくわかっていた。兄は、切腹する、切腹すると叫びながら、幾度も探検を逆手に持った。その度に温厚な弟が制した。果ては、兄弟が手を取って同国した。彼らの同国は、 夜明けまでも続いた。八年の新庫がことごとく水泡に帰した。張り詰めた気が一時に抜けた。兄弟はうつけ者の,のごとく、ただ呆然として数日を過ごした。弟がようやく兄を慰めて、郷里の柴田へ帰ってきた。弟は京都を立つ前。 密かに諸次第へ願い出て、仇直の心が、応死した胸の書状をもらった。兄弟の家は、八百国を取って、そば用人を務むる家柄であった。藩では、さすがにこの不幸な兄弟を見捨てなかった。兄、忠次郎に、窮地、藩国を与えて、馬舞りに取り立ててくれた。が、 中二郎は往々として楽しまなかった。その上、兄弟についての世評が折々二人の耳に入った。それは決して良い噂ではなかった。二人は仇を見いだしながら躊躇してえ打たないでいる間に敵に死なれたというのはまだ良い方の噂だった。悪い方の噂は兄弟をかなり傷つけていた。 和田純安という医師が病死したからといって、それが直の心であるとは決まっていない。ことに、死が打たれた時に若干であった中三郎が敵の面体を確かに覚えていようはずがない。その中三郎が一目見たからといって、純安が直の心であると決めてしまうのは不戦策であると。これは、兄弟には、 かなり停滞避難であった。が、もっとひどい噂があった。兄弟は、仇討ちに会えたのだ。わずか八年ばかりのシンで復讐の志を捨ててしまったのだ。和田純安という名もない医師が死んだのを、直の心が病死したのだと言いこしらえて、悲惨の言い訳にしたのだと。兄はそんな流言を聞くごとに、 血相を変えて生きり立った。彼はそうした噂を言いふらす者と差し違えて死のうと思っていた。が、そうした流言は誰が言いふらすともなく風のごとく兄弟の身辺を包んで流れるのであった。兄弟にとって一番悲しいことは、そうした世の疑いを解くべき機会が永久に来ないことだ 年が明けると安政四年であった。兄弟にまつわる悪評もやっぱり年を超えていた。が、安政四年の秋となり冬となるとさすがに兄弟のことを取り立てて言うものもなくなった。短期な中次郎も腹を立てる日が少なくなっていた。が、兄弟が食うべきニラはまだ 尽きてはいなかった。それは安政四年も押し詰まった十二月十日同藩士の久米幸太郎兄弟が父の敵滝沢久右衛門を討って故郷へ晴れ釜し儀式を飾ったことであるそれが何という辛抱強い敵討ちであったろう 兄弟の父のヤゴベが、同伴し、中六左衛門の家で、以後の助言から滝沢九右衛門に打たれたのが、文化十四年十二月。長男幸太郎が七歳、次男聖次郎が五歳の時であった。兄弟が、叔父板倉富次郎の手に人となって、叔父おい三人、長野糸間を願って、敵討ちの旅に出たのが、 文政十一年。兄、孝太郎が十七歳。弟、聖次郎が十五歳の秋だった。叔父の富次郎は四十二歳であった。三人は文政から、天保、硬化、嘉永、安政と三十年間、日本国中を探し回った。孝太郎が安政四年に、陸の国、 おじかごおりおりの浜のしょうあ安に、はつして、木うと名乗って隠れてしのんでいるきゅうえも門を見出したのは、安政四年、十月六日のことだった。不幸にも、弟のせいじ次郎とおじとめ次郎は、た太郎と別れて、赤ゅうを訪ねていた。こうた太郎は思った。弟やおじの三十四年にわたる観ん,んも、 ただ、この仇に一刀を恨むためである。自分が一人で撃ったならば、二人がさぞ本意なく思うであろうと。が、高太郎は思い返した。二人は今、いずこにいるのか。先に手紙を出したが返事がない。仇の九右衛門は七十を越したご苦労のものである。二人の頼りを待つうちに、いつ病死するかもしれない。 二人には、不義であろうとも、一日も早く他年の本会を達するにしくはないと。高太郎は、そう決心すると、翌七日、目章を欺き寄せて、他年の本会を達したのである。父の屋ゴベが打たれてから四十一年目。兄弟が仇打ちの旅に出てから三十一年目。 兄の孝太郎は四十七歳、弟の瀬次郎は四十五歳、叔父の留次郎は七十二歳の高齢であった。兄弟がめでたく帰産した時は、柴田藩では、借子修善の神直弘の世になっていた。が、君心はこぞって、孝太郎兄弟が三十年来の苦節を散々した。孝太郎は、 暴風の旧地百五十国に新たに百0 0国を加えられた。聖次郎は新たに十五国五人ぶちを保て、近重の列に加えられた。一般は兄弟に対する賛美で、叶えの湧くようであったが、その中で鈴木兄弟だけは無念の涙を飲んでいた。人々は孝太郎兄弟を褒める引き合いとして、きっと 鈴木兄弟をけなした。鈴木中三郎は、兄を迎えるために、べんべんと火をすがしたというが、幸太郎殿の分別とは、運命の違いじゃ。仇を探し出しながら、おめおめと病死させるとは、なんという、うつけ者じゃ。が、そんな避難は、まだ良い方だった。三十年の辛抱に比べれば、八年の真空がなんじゃ。 八年探して、今度尽きる侍に、光太郎兄弟の爪の赤でも、寸じて飲ませたい。世兵は、成功者を、宮殿の上に祭り上げるとともに、失敗者を、奈落の底へまで、突き落とさねばやまなかった。光太郎兄弟が、帰参してから、十日ばかり経った頃だった。兄弟の、帰参を祝う主演が、神類演者によって開かれた。 好か不幸か鈴木忠次郎は、クメ家とは遠い縁者に当たっていた。彼は病気と言って、その席に連なるまいかと思ったが、悪意のある世容が。あれみよ、鈴木忠次郎は面目なさに幸太郎殿の祝縁から逃げたぞよ。と、後ろ指を指すことは、目に見えているように思われた。 聞かぬきの彼は必死の覚悟でその主演に連なった。彼は初めから黙々として一言も口を聞かなかった。一座の者の高太郎兄弟に対する称賛がことごとく針のように彼の胸に突き刺さった。が、中座することは彼の聞かぬきが許さなかった。世の吹けるとともに、 一茶の客は減っていった。孝太郎は鈴木兄弟の不運をすでに知っていたのだろう。客の減るのを計らって座を立つかと思うと、酒好きを持ちながら中次郎の前へ来た。半地になっていても中次郎の方が価格ははるかに上であった。記念からも、酒好きを一つ、 頂戴だいだしたい。孔太郎は、中次郎が真っ青な顔をしながら刺した杯を、心よく飲み干しながら。ご分のほどは、すでに聞き及んだ。ご無念のほど、お刺し申す。孔太郎の言葉には、真摯な道情がこもっていた。自分でも仇を狙ったものでなければ、持ち得ない道情が含まれた。 十二郎はそれを聞くと、つい愚痴になった、無念の涙がハラハラと落ちた。羨ましい。羨ましい。なんというご興奮じゃ。それに比べれば、拙者兄弟は、何という不運でござろうぞ。仇をおめおめと知らせた上に、あられもない悪評の的になっているのじゃ。十二郎は、声こそ出さないが、男泣きに泣いた。 高太郎は、それを制するように言った。力強く言った。何を仰せられるのじゃ。一旦、仇を持った者に、幸せな者がござろうか。おみ様などは、まだいい。おみ様は、物心ついた七歳の時から、四十七歳の今日まで、人間の常妙を、仇討ちばかりに過ごした者の悲しみを、ご存知ないのじゃ。 そう言ったかと思うと、三十年間の湿風木雨で赤金のように焼けたがれた光太郎の総教を大粒の涙がほろりほろりと流れた。中次郎の傷ついた胸が温かい手でさっと撫でられたように一時に和んでいた。二人は目を見合わしたまま しばらくは、涙を流し合った。その三。法暦三年、正月五日の夜のことである。江戸牛米二十基町の旗本、鳥居孫太夫の家では、お正月の吉礼として、奉公人一等にも、祝い酒が下された。ことに、 九郎十二月に主人のマガダユは新たにおこ小小組頭に取り立てられていた。二十一になった奥方のおさち殿がこの頃になって初めて解体されたことが分かった。喜びが重なったので家中が人しをはるめいた。例年よりは見事な年母の暮され者が奉公人を喜ばした。五日の晩になって 年頭の客も耐えたので、奉公人一頭に祝い酒を許されたのであった。主人の孫太夫は、奉公人たちの主演の今を妨げぬ心遣いからであろう。日が暮れると、普段、富見町の縁類へ、年始のためだと言って出かけていった。家老や妖人たちは、表座敷の方で打ちくつろいでいた。 中元や小物や女中などは台所の次の間で年に一度の公の自由を楽しんでいた。二校を過ぎた頃になっても主演の今日は少しも衰えなかった。若いゾウリトリや馬帝はこの時だというように女中に釈をしてもらいながらぐいぐいと飲み干した。松の葉くずしや海鮮節を歌い出すものがある。 この頃流行り出したアズマ県を打ち出すものがある。立ち上がって踊り出すものがある。台所で立ち働いていた料理番のカヘイまでが、たまらなくなって、板前の方をうっちゃらかして、主演の席へ顔を出した。カヘか、ご苦労。もう食い物の方はたくさんだ。さ、気行もそこへ座って、いっぱいやれ。終焉の左兵がそれを見ると、 すぐに酒好きをさした。じは六十を越していた。が、彼は新参ではあるが、一家中で誰知らぬものもない酒好きであった。さっきから看板をしながら、樽から特里の方へ移す時に、茶碗でいく杯もいく杯も盗み飲みをしたので、すでにとろりとした目つきをしていたが、目の前にあった配線の水をこぼすと、元気よく、 これを前に突き出した。親方、俺はそんなもんじゃまだるっこい。これで、ぐいっとやりて。よう、合成だ。彼は一座の称賛を受けながら、敗戦で三杯まで重ねた。さすがに、最後の一杯は伸びしぶった。酔いが、健康らしい褐色の老眼にも、ありありと現れた。小いじさん、お前さんの包丁は、 また格別だな。いつもかみのお残りちょうだいで、本当に味わったのは今日が初めてだが、お前さんが自慢するだけあら。ぞりリトリの中元が、まともから褒め立てた。へへへへ。お調子者の家平次は、上機嫌になりながら、そのだらしない口元から、落ちそうになるよだれを、左の手で、幾度も拭った。くぼお前さんは、 髪型で鍛え上げた腕だそうだが、料理はなんと言っても髪型だな。中焉頭の左兵までが、死いらしく感心してみせた。へへへへ。へへへへ。下兵児はおだてあげられて、癒しい嬉しそうな笑いが、止めどなく唇から漏れた。なんだお前さんは、若い時は大名のお前番を務めたことがあるそうだが、本当かな お庭番の中弦が意識して家兵士をおだてにかかった。うん、なるほど、なるほど。一座のものは初めて聞いたように感嘆した。好人物の家兵士をおだててやろうという心がみんなの心に少しずつ湧いていた。へへへへ、そいつを知っておられるとお恥ずかしい家兵士は恥ずかしそうに頭をかいた。が、 恥ずかしそうにしたのは表面だけである。彼が大名のお前番を務めたということは、彼の好んでつく嘘だった。彼は酒を飲むと決まったようこの嘘をついた。もう、この屋敷へ来てからも、遺産度は繰り返した嘘である。本当に、三州丸亀の京国の藩中でお前番を務めたのは、彼の旧市の鈴木源太夫である。 彼は玄太夫の家に中元として長い間仕えていたために、を見よう見まねに包丁の使い方を覚えたのに過ぎないのである。お前版といえば立派なおいだ。お庭版の中元がのしかかるようにお立てた。家平次はそう言ってくれるのを待っていたのである。が、彼はまた頭をかいてみせた。お前版なんて、 侍の端くれでさ、治療といって、わずか二十国五人ぶち、足の裏にくっついてしまいそうな乗り前ほどしかありませんや。彼はいかにもそれを軽蔑したような口調で、二十国五人ぶちと言ったが、彼の九州の鈴木玄太夫の治療でさえ、本当は十国三人ぶちしか取っていなかった。二十国五人ぶち。 俺たちは生涯にたった一度でもいいからありついてみたいものだ。お庭番の中弦は強に油をかけた。立派な上司格だ。中弦頭の左兵までが相打ちを打った。下兵士は総合を崩しながら、えへらえへらと笑った。実際、お前番を務めていたのは、九州の鈴木源太夫ではなくして、 自分であったような気持ちにさえなっていた。どうありで、ね、包丁の味が違ったら、このサンバイズの味なんか、お大名料理の味だ。カヘイは、右宙店になっていた。彼は、お大名のお前版の苦心談といったようなものを話し始めようかと思っていた。が、話題は、彼の予期しない方へ逸れてしまった。 そのお前さんがどうしてまた二十国の母子を棒に振りなさったのだ。左兵が崩れていた膝頭を立て直しながら聞いた。貨兵児はちょっと狼狽した。彼はただ自分が昔予前版を務めていたとさえ思われさえすればよかったのだ。それから先の嘘は少しも準備してはいなかったのだ。それがさ、彼は ちょっと言いよどんだが、すぐ九州の現代が、どうして十国の武士を棒に振ったかということを思い出した。それは彼に用意されている手近の嘘だった。それはさ、酒の上の過ちで、つい奉梅と口論に及んで武士の意地から。貨兵児はいつの間にか無意識のうちに武士らしい口調になっていた。 よくあるやつだ。それで相手を見事にやりなさったのだな。まったく。カヘイジは、侍らしく、臨然と答えた。うん。なるほど。うん。一座は、固唾を飲んでしまった。それは今までのような、おだて半分の簡単ではなかった。それは、料理といったような、人間として、武士としての、 末儀に対する簡単ではなかった。武士そのものに対する簡単だった。貨幣寺は自分が本当に武士であり、勇士であるように幻覚を感じた。一座の者はみんな熱心にその詳細を知りたそうな顔つきをしている。彼は一座の者を満足させると同時にもっと自分が 英雄師セラルル快感を味わいたかった。彼は九州の鈴木玄太夫が、鳳媒の甲田何菓子を打ち果たした前後の様子を、古い二十年近い昔の記憶から探り出していた。が、九州の玄太夫の人情には、少しも武士らしいところはなかった。鳳媒の甲田何菓子の妻に横れんぼをして、 聞かれなかった恨みから、幸田の家を訪ねて対談中に、相手の油断を見澄まして、不意に切りつけたのである。その上に逃げ出そうとするところを、幸田の妻に追いかけられて、人たち切りつけられたように覚えている。それをそのままに話すことは、一座の不快と反感とを買うことである。彼はその話を訂正しながら話し始めた。 ゴールンの始まりというのはな、その男が創術が自慢でな。その日も俺と創術の話になったのじゃが、つい議論になってな。相手が料理版の記念に武術の戦技は無用じゃ、と口を滑らしたのがお互いの運の月じゃ。武士として聞き捨てならぬ一言と思ったから、料理版の刀が切れるか切れぬか、 受けてみ、と、切りつけたのじゃ。うん、うん、うん一座の中言たちは、嘉平寺の話ぶりに、すっかり見せられてしまった。自分の言っていることが、本当は嘘でなくして、真実であるような得意さを感じた。俺はな、子供の時から、竹内流の居合が自慢でな。彼はそう言って、皆に気を持たせた。 うん。うん。中間たちは、口々に唸った。抜け打ちの勝負じゃ。<laughs> ははははは。家平次は、公然として笑った。一座は、シーンとした。つかに、手がかかったと思った時には、もう相手の肩口からほとばした血が、さっと、まだかえてから間もない、青畳の上に散っていた。実際、 カヘイの頭の中にもそうした光景がまざまざと浮かんだ。ほほ。うん。祝元たちの簡単は絶頂に達した。歌人なども定めし出会いましたろうな。中元頭の左兵イの言葉遣いまでがすっかり改まっていた。中元たちはカヘイが切りかかる中原小物などを左右に切り払う。 勇壮な光景を予想していた。が、家平次はもっと別な点で自分の武士を挙げたかった。いや、中原小物などは俺の立ち先に恐れをなして誰一人向かって来ぬ。が、さすがに連れ添う内義じゃ。夫の仇とばかり会見を逆手に俺に切りかかってきた。話が急に儀曲的な展開をしたので、 一座ははっととよめいた。カヘ次は自分の話の効果を確かめるように、偶然と一座を見回した。不便ながら、一刀のもとにおえりなつったか。鬼屋番の中間が待ちきれないように聞いた。さっきのようにおだて半分、からかい半分の口調などは微塵も残っていなかった。そうは思ったが、あまりに不憫でな。しかもまだ縁づいてきてから。 一年にもならない若い内ぎじゃ。ことに深い宿意があって、打ち果たしたという仇じゃなし、女房の命まで取るのは無役だと思ったから、切りかかる会見の下をくぐって、相手の利き腕を捕らえた。ははは。はその時には、女と思って油断をしたために、つい薄手を負ったのが、この二の腕の傷じゃ。彼は自分の腕をまくって、 二の腕の腕傷を見せた。それは彼が丸亀を退散して今日の師匠の茶屋の板前を務めていた時血気の勾配と喧嘩をしてお手の物の包丁で切りつけられた傷である彼はそれを時にとっての証拠として自分の話に動かせない真実性を加えたのであった彼は自分の遠い側面に自分で感心した取れ、 どれ一座の者は廃盤の間を渡ってきて彼の傷に見入った。もう誰一人として彼の話を疑っている者はなかった。それで、その内義はどうなすった皆は話の結末を聞きたがった。持っていた会見を話させて、そこへ突き放したまま悠々と出てきたが、さすがに、 あと大手来るものはなかった。その足ですぐ退店いたしたが、もう二十年に近い昔じゃ。今から考えると短寮だったという気もするが、武士の意地でな。武士として、これ、官人ならぬところじゃ。通りじゃな。が、おみさまの主義に一点の汚いところもない。それを言い立てて立派な修取りでもできるくらいじゃ。 料理人などさせておくのは全く持って欲しいものだ。推挙さえあればその腕で三十国や五十国はすぐじゃ。カ平寺は応用に笑った。こう、年がやると、士官の望みなぞは妄想ううないわ。おみたちにこうして昔話などするのが何よりの楽しみじゃ。カ平寺殿のお酒好きを頂戴しよう。皆は次々に、 カヘ寺の酒好きをもらった。彼は生まれて六十一年の間に、今宵ほど得意な時はなかった。彼は平勢の大酒に輪をかけて、二章に近い酒を浴びていた。その夜、退水したカヘ寺が満山として自分の長屋へ帰ろうとして、台所口を出た時だった。親の仇という、 悲痛な叫びと共とに、合口が闇にひらめいたかと思うと、彼は左の脇腹をえぐられて、台所口の敷居の上に、のけざまに転倒した。個人たちが、め々いめい水眼を下げて駆け集まった時、つい先ごろ方向に上がったばかりの召使いのおとよという女が、半身に血を浴びながら、親の仇を打ちました。 親の仇を打ちましたと、絶叫していた。甲田豊女の仇打ちは、丸亀藩、公女の仇討ちとして、法暦年間の江戸市中にとどろき渡った。江戸の市民は、まだ二十歳になるかならぬかのか弱い少女の悲壮な振る舞いを散々しあった。豊女の仇討ち団が、読売にまで歌われていた。それによると、父の、 高田源介が撃たれた時、トヨジョは母の体内に宿ってから、まだ三月にしかなっていなかった。母は夫の王子の原因が自分であることを知っていたために、暴風のために定説を立て通した。トヨジョが十六の時に母は不幸にして他界した。彼女は死に床にトヨジョを呼んで、初めて、 父の王子の司祭を語って仇討ちの一義を近はしめたというのであった定説悲壮な親子に対する称賛は江戸の隅々にまで伝わった貨幣寺が仇の鈴木玄太夫であることについて誰も疑いを挟まなかった町奉行の役人が剣士の時念のためにというので 丸亀藩の屋敷へ人を迎えにやったが、ちょうど藩主が在国していたので、上夫たちの間には鈴木玄太夫を見知っている者は一人もなかった。ただ、当人の豊女だけには、仇の傷の場所が母の遺言の通り眉間になくして二の腕にあったのがちょっと気になった。が、すぐ、 母は夫を撃たれた時に気が動転していたために、相手の眉間に飛びついていた知識を適図だと思い違ったのだろうと思い直した。当女の考説が藩主の条文に達して召し返された上、藩の家老の自死を婿養子として甲田の跡目を立てられて、旧地の倍の百国を下し置かれたのは、 同じ宝暦五年の九月のことである。著者、芥川隆之介。ある、仇討ちの話。土徳、七味春頃。発端、日後の細川家の家中に、田岡神太夫という侍がいた。 これは以前、ヒューガの伊藤家の老人であったが、当時、細川家の番頭に登っていた内藤三左衛門の推薦で、新地百五十国に召し出されたのであった。ところが、漢文七年の春、家中の武芸の試合があった時、彼は表芸の創術で、相手になった侍を六人まで突き倒した。その試合には、 越中の上綱都氏自身も、同職一同と共に望んでいたが、あまり神田祐の槍が見事なので、さらに剣術の試合をも所望した。神田祐は市内を取って、また三人の侍を打ち据えた。四人目には、下中の若侍に、神影流の剣術を指南している瀬沼恭恵が相手になった。神田祐は指南版の面目を持って、 兵衛に勝ちを譲ろうと思った。が、勝ちを譲ったということが、心ある者にはわかるように、手際よく負けたいという気もないではなかった。兵衛は、ジンダユと立ち会いながら、そういう心持ちを直角すると、急に相手が憎くなった。そこで、ジンダユがわざと受け立ちになったとき、ぜ然と一本、突きを入れた。 神太夫は強く喉を疲れて、仰向けにそこへ倒れてしまった。その様子が、いかにも見苦しかった。綱年は彼の壮術を称しながら、この勝負があった後は、花ははだ不協げな顔をしたまま、一言も彼をねぎらわなかった。神太夫の負けざまは、まもなく陰口の的になった。 神代勇は戦場へ出て、槍の絵を切り折られたら、何とするかわいや、剣術はしないさえ、一人前には使えないそうな。こんな噂が誰言うとなく、たちまち家中に広まったのであった。それにはもちろん、同輩の嫉妬や、戦望も混じっていた。が、彼を推挙した内藤三左衛門の身になってみると、 綱俊の手前へ対しても黙っているわけにはいかなかった。そこで彼は、神太夫を呼んで。おゆ、見ろしい負けを取られては、拙者の眼鏡違いばかりでは済まされぬ。改めて三本勝負をいたされるかそれとも、拙者が殿への申し訳に切腹しようかとまで激怒した。家中の噂を聞き流していたのでは、 神太夫も武士が立たなかった。彼はすぐに三左衛門の意を退して、改めて四難番、セルマ兵衛と三本勝負をしたいという願い書を出した。ひならず二人は綱年の前で、彼の試合をすることになった。はじめは神太夫が兵衛の小手を打った。二度目は兵衛が神太夫の面を打った。が、三度目にはまた神太夫が、 したたた。か兵衛の小手を打った綱年は神羅優を称するために五十石の家造を命じた綱衛はミミズバレになった腕を撫でながらすごすご綱年の前を退いたそれから三四日たったある雨の夜加納平太郎という同家中の侍が西岸寺の兵外で 闇ちにあった。平太郎は稚魚二百石のそば役で三筆に達した老人であったが平勢の行場からをしてみても恨みを受けるような人物では決してなかったが <5? S 1> 翌日瀬沼兵衛の蓄典したことが知れるとともに初めてその敵が明らかになった神太夫と平太郎とは 年配こそかなり違っていたが、性格好はよく匂っていた。その上上門は二人とも同じ丸に抱き苗がであった。兵衛はまず友の中元が雨の夜道を照らしているちょの門に欺かれ、それからかっぱに傘をかざした平太郎の姿に欺かれて、祖骨にもこの老人を神太夫と誤って殺したのであった。 平太郎には当時十七歳の求めという着子があった。求めは早速、公の許しを得て、江越喜三郎という若党とともに、当時の武士の習慣通り、敵討ちの旅に登ることになった。神太夫は平太郎の死に責任の勘を免れなかったのか、彼もまた、後ろ身のために旅立ちたい旨を申し出た。 と同時に、求めと、年優の役があった、津崎左近という侍も、同じく、付け立ちの義を願い出した。綱俊は、既読のこととあって、神太夫の願いは許したが、左近の言い分は取り上げなかった。求めは、神太夫、喜三郎の二人と共に、父、平太夫の書なぬかを済ますと、もう、 断の桜は散り過ぎた熊本の城下を後にした一、1. 津崎左近は助太刀の恋を退けられると二三日家に閉じこもっていたかねて求めと取り交わした起請文の表を保護にするのが怒りも れにはつらく思われた。のみならずほうばいたちに後ろ指を刺さ,されはしないかという懸念もまんざらないではなかったがそれにもまして耐え難かったのは年優の求めをただ一人神太夫に託すということであったそこで彼は敵討ちの一行が熊本の城下を離れたよとうとう一風の書を家に残して 彼らの後を慕うべく、二親にも告げず家出をした。彼は栗境を離れると、すぐに一行に追いついた。一行はその時、ある三駅の茶店に足を休めていた。左近はまず、神太夫の前へ手をつきながら、幾重にも堂々を懇願した。神太夫は初はめは苦に々がにがしげに、 御どもの武道では、心持とないと思いか。と、容易に受け引く色を示さなかった。が、しまいには彼も顔を追って、求めの顔を尻目にかけながら、木三郎の鳥なしを塩にして、左近の堂々を承諾した。まだ、前髪の残っている、女のような非力の求めは、左近をも一向に加えたい景色を、 隠すことができなかったのであった。左官は喜びのあまり目に涙を浮かべて、木三郎にさえ何度となく礼の言葉を繰り返していた。一行四人は、兵衛の妹婿が朝野家の家中にあることを知っていたから、まず文字稼ぎの瀬戸を渡って、中国街道をはるばると、広島の城下まで登っていった。 そこに滞在して、仇のありかを探るうちに、家中の侍の家へ出入りする女の張り立ての世間話から、兵衛は一度広島へ来て後、妹婿の知るべがある、余衆松山へ密密に旅立ったということが分かった。そこで仇討ちの一行は、すぐにいよ舟の瓶を求めて、寒文七年の夏のもなか。 つつがなく松山の城下へ入った。松山に渡った一行は、毎日網笠を深くして、仇の行方を探して歩いた。しかし、兵衛も用心が厳しいと見えて、容易に在所を表さなかった。一度左近が兵衛らしいボロンジの姿に目をつけて、いろいろ探りを入れてみたが、結局何のゆかりもない。 他人だということが明らかになった。そのうちに、もう、秋風が立って、城下の屋敷町の武者窓の外には、水を塞いでいたもの下から、おいおい、水の色が広がってきた。それにつれて、一行の心には、だんだん、焦燥の念が動き出した。ことに左近は、出会いを焦って、ほとんど昼夜の嫌いなく、 松山の内外を伺って歩いた。仇討ちの諸たちは自分が落ちたい。万一、神太夫に遅れては、衆、親をも捨てて一向に加わった武士たる自分の面目が立たぬ。彼は、こう心の内に固く思い詰めていたのであった。松山へ来てから二月余りのち、 左近はその甲斐があって、ある日、城下に近い海岸を通りかかると、忍び籠に付きそうた二人の若頭が、漁師たちを急がせて、船を仕立てているのにあった。やがて、船の支度ができたと見えて、籠の中の侍が外へ出た。侍はすぐに網笠をかぶったが、ちらりと見た顔形は、瀬沼氷えに紛れなかった。 サコンは、一瞬間ためらった。ここに求めが居合わせないのは、返すガイも残念である。が、今、ヒョを撃たなければ、またどこかへ立ちのいてしまう。しかも、回イを立ちのくとあれば、行方を突き止めることもできないのに違いない。これは自分一人でも、名乗りをかけて撃たねばならぬ。サコンは、こうとっさに決心すると、 身支度をするまま惜しいように、飴笠を金繰り捨てるが早いか。セルマヒョ可能求めが二分、つうざきサコンが、助立ち覚えたかと呼びかけながら、刀を抜き放って飛びかかった。が、相手は飴笠をかぶったまま、騒ぐ景色もなくサコンを見て。裏耐えものめ、人違いをするな。と叱りつけた。 左近は思わず躊躇した。その途端に侍の手が刀の捕まえにかかったと思うと、重ね圧の大刀が大げさに左近を切り倒した。左近は尻尾に倒れながら、まぶかく被った網傘の下に、初めてセヌマヒョエの顔をはっきり見ることができたのであった。 二。左近を打たせた三人の侍は、それからかれこれ二年間、仇兵衛の行方を探って、ご機内から東海道をほとんどくまなく遍歴した。が、兵衛の消息は、用として再び聞こえなかった。寒文九年の秋、一行は、落ちかかる狩りと共に、初めて江戸の土を踏んだ。 江戸は諸国の老若寄船が集まっているところだけに、敵の手がかりを尋ねるのにも何かと便宜が多そうであった。そこで彼らは、まず神田の裏町に仮の宿を定めてから、神夫は怪しい歌いを歌って合力を乞う浪人になり、乙女は小物の,の箱を背負って、長下を回る秋うどに化け、久郎は旗本、 のせ、そうえもんへ、れんきぎりのぞうりとりに入った。もとめは、じんだゆうとは別々に、毎日、ふないをさまよって歩いた。ものなれたじんだゆうは、やぶれおぎに彫目をもらいながら、根気よく、さがりばをうかがいまわって、さらにうむけしきもしめさなかった。が、としばかなもとめの心は、あみがさにやつれた顔をかくして、 秋晴れの日本橋を渡る時でも、結局、彼らの仇口は、徒労に終わってしまいそうな寂しさに沈みがちであった。そのうちに、つくばおろしがだんだん寒さを加え出すと、元めは風が元になって、時々熱が高ぶるようになった。が、彼はお寒を犯しても、やはり日ごとに匂う,うて、 あきないに出ることをやめなかった。だゆうは木ろうの顔を見ると、必ずとめのけなげさを語って、このお思いの若うの目に涙を模様させるのが常であった。しかし彼らは二人とも、いさえ静かに養うに耐えないとめの寂しさには気がつかなかった。やがて、 寒文十年の春が来た。求めはその頃から人知れず、吉原の車に通い出した。相方は泉屋のカエという、いわゆる三茶女郎の一人であった。が、彼女は勤めを離れて、心から求めのために尽くした。彼もカエデの元へ通っているうちだけ、わずかに楽々とした心持ちから、 自由になることができたのであった。渋谷の金合桜の評判が、銭湯の二階に賑わう頃、彼は、カエの真心に感じて、とうとう仇打ちの大事を打ち明けた。すると思いがけなく彼女の口から、兵衛らしい侍が、松江藩の侍たちと一緒に、ひと月ばかり以前、泉屋へ、 遊びに来たということが分かった。幸い、その侍の相方のくじを引いた替えでは、免停から持ち物まで、かなりはっきりした記憶を持っていた。のみならず、彼が二三日うちに、江戸を立って、運州末へおもむこうとしていることなども、ちらりと小耳に挟んでいた。求めは、もちろん喜んだ。が、 再び、仇打ちの旅に登るために、カエと当分、あるいは永久に別れなければならないことを思うと、自然、求めの心は勇まなかった。彼はその日、彼女を相手に、いつもに似合わず乱水した。そうして、宿へ帰ってくると、すぐにおびただしく血を吐いた。求めは、 翌日から枕に着いた。が、なぜか仇の行方がほぼ分かったことは、一言も神田祐には話さなかった。神田祐は袖越えに出る合間を見ては、求めの看病にも心を尽くした。ところが、ある日吹屋町の芝居小屋などを徘徊して、暮れ型宿へ帰ってみると、求めば、 衣装を加えたまま、もう火の入った安道の前に、刀を腹へ突き立てて、無残な最後を遂げていた。神代祐はさすがに仰天しながら、ともかくもその衣装を開いてみた。衣装には、仇の消息と、自陣の死祭とがしたためてあった。私に、入弱多病につき、 仇打ちの本会も、棘木屋に存ぜられ揃う間。これが、その死災の全部であった。しかし、血に損んだ遺書の中には、もう一通の書面が巻き込んであった。太夫は、この書面へ目を通すと、おもむろに安藤を引き寄せて、闘神の火を、それへ移した。火は、メラメラと紙を焼いて、 神太夫の苦い顔を照らした。書面は、求めが今年の春、カエとニセの約束をした、希少文の一枚であった。三。漢文十年の夏、神太夫は木三郎と共に、雲州松江の城下へ入った。 初めて大橋の上に立って、新事故の天に群がっている雲の峰を眺めたとき、二人の心には言い合わせたように悲壮な感激が催された。考えてみれば一行は、故郷の熊本を後にしてから、ちょうどこれで旅の空に四度目の夏を迎えるのであった。 彼らはまず、京橋界隈の旗ごに宿を定めると、翌日からすぐに例のごとく、敵の所在を伺い始めた。すると、そろそろ秋が経つ頃になって、やはり松平家の侍に不伝流の指南をしている、恩地小左衛門という侍の屋敷に、兵衛らしい侍の、かくまわれていることが明らかになった。 二人は今度こそ本望が達せられると思った。いや、達せずには置かないと思った。ことに人太夫はそれが分かった日から、時々浸透に抑えがたい怒りと喜びを感じずにはいられなかった。兵衛はすでに平太郎一人の仇ではなく、左近の仇でもあれば、求めの仇でもあった。が、 それよりも先にこの三年間、彼に幾多の観難を舐めさせた彼自身の恩敵であった。神代愚はそう思うと、日頃沈着な彼にも似合わず、すぐさま恩地の屋敷へ踏み込んで勝負を決したいような心持ちさえした。しかし、恩地小左衛門は三院に名だたる剣客であった。それだけにまた、 彼の主則となる門弟の数も多かった。神太夫はそこで流行りながらも、兵衛が一人外出する機会を待たなければならなかった。機会は容易に来なかった。兵衛はほとんど昼夜とも屋敷に閉じこもっているらしかった。そのうちに彼らの旗子の庭には、もう百日光の花が散って、 踏み石に落ちる日の光も次第に弱くなり始めた。二人は苦しい焦燥の中に三年以前帰り討ちにあった左近の正月命日を迎えた。木三郎はその夜、近くにある商工院の門を叩いて、和尚に仏事を修してもらった。が、万一を門ばかって左近の俗名は漏らさずにいた。 すると、寺の本堂に、意外にも、左近と平太郎との俗名を記した遺灰があった。木三郎は、仏寺が終わってから、何気ない風を装って、初家にその遺灰のゆかりを尋ねた。ところが、さらに意外なことには、商工員の断家たる、御地小左衛門の係り人が、月に二度の命日には、 必ずエコーに「るというたえがあった今日も早くに見えました」初家は何も気がつかないようにこんなことまでも付け加えた喜三郎は寺の門を出ながら加納親子や左近の霊が彼らに名女を与えているような気強さを感じずにはいられなかった。 神太夫は、木三郎の話を聞きながら、天軍の到来を祝すとともに、今まで兵衛の寺詣に気づかなかったことを、口惜しく思った。もう8日経てば、大旦那様の御命日でございます。御命日に仇が打てますのも、何かの意見でございましょう。木三郎はこう言って、 この喜ばしい話を終わった。そんな心持ちは、神太夫にもあった。二人はそれから安藤を囲んで、よもすがら、左近や、かのう親子の追憶を様々語り合った。が、彼らの母体を伴っている、兵衛の心を組むことなどは、二人とも全然忘却していた。 英太郎の命日は一日ごとに近づいてきた。二人は寝た場を合わせながら心静かにその日を待った。今はもう敵討ちは正否の問題ではなくなっていた。すべての見案はただその日、ただその時刻だけであった。神太夫は本望を遂げた後の軒口まで思い定めていた。 ついにその日の朝が来た。二人はまだ天が明けないうちに安藤の光で身支度をした。神太夫は勝負側のたっつけに黒紬の合わせを重ねて、同じ紬の紋付きの羽織の下に細い革のたすきをかけた。差し料は長谷部ノリの刀に第一国都市の脇差しであった。木三郎も羽織は着なかったが、 肌には着込みをまとっていた。二人は冷酒の酒を交わしてから今日までの感情を済ませた後、勢いよく旗子の角を出た。外はまだ人通りがなかった。二人はそれでも網傘に顔を包んで、枯れて敵討ちの場所と定めた商工院の門前へ向かった。ところが、 宿を離れて一日をゆくと、神田祐は急に足を止めて。待てよ。今朝の感情は、シモン釣り線が足らなかった。俺はこれから引っ返して釣り線の残りを取ってくるわ。と言った。木三郎はもどかしそうに。とこが、シモンの端たぜにではございませんか。お戻りになるが物はございますまい。と言って、一刻も早く。 腹の先の昇降院まで行っていようとした。しかし、神太夫は聞かなかった。帳獄はもとより惜しくはない。だが、神太夫ほどの侍も、仇討ちの前にはうろたえて、旗子の感情を誤ったとあっては、松代までの地軸になるわ。その方は一足先へ参れ、身供は宿まで取って帰そう。彼はこう言い放って、一人、 はたごへひっかえした。きざぶろは、じんだゆの覚悟に感服しながら、言われた通り、自分だけ、仇討ちの場所へ急いだ。ご。ほどなくじんだゆも、商工院の門前に待っていた、きざぶろと一緒になった。その日は、薄雲が空に迷って、おぼろげな日差しはありながら、 時々雨の降る天気であった二人は両方に立ち分かれて夏目の葉が黄ばんでいる寺の塀外を徘徊しながら勇んで氷泥の参詣を待ったしかしかれこれ昼近くなっても未だに氷泥は見えなかった喜三郎は苛立ってさりげなく彼の参詣の有無を 寺の門番に尋ねてみた。が、門番の答えにも、やはり今日はどうしたのだか、まだ参られぬ、ということであった。二人は流行る心を沈めて、じっと寺の外に立っていた。その間に時は容赦なく映って、やがて夕暮れの色とともに、夏目の実をはみ落とすカラスの声が。 寂しく空に響くようになった。木三郎は清をもんで、神太夫のそばへ寄ると、いっそう、御地の屋敷の外へ参っておりましょうか、と囁いた。が、神太夫は頭を振って、許す景色も見せなかった。やがて、寺の門の空には、灰塞がった雲の間に、まばらな星影が、 ちらつき出した。けれども、神太夫は兵に身を寄せて、ひょうへを待ち続けた。実際、きを持つうへの身としては、よふけに人知れず、物産を済ますことがないとも限らなかった。とうとう、しょやのねが鳴った。それから、二うのねが鳴った。二人はゆに濡れながら、まだ、 寺のほとりを去らずにいた。が、兵衛はいつまで経っても、ついに、姿を現さなかった。大断言。神太夫主従は宿を変えて、さらに兵衛を付け狙った。が、その後四五日すると、神太夫は突然真夜中から、 激しい吐砂を催し出した。木三郎は心配のあまり、すぐにも医者を迎えたかったが、病人は大事の漏れるのを恐れて、どうしてもそれを許さなかった。神太夫は枕に沈んだまま、飼い薬を命に火を送った。しかし、吐砂はやまなかった。木三郎はとうとう耐えかねて、一応医者の侵脈を買うべく、 ようやく病人を納得させた。そこでとりあえず肌子の主人にかかりつけの医者を迎えてもらった。主人はすぐに人を走らせて近くに儀を売っている松木蘭隊という医者を呼びにやった。蘭太は向井霊蘭の門に学んだ神宝の名の高い人物であった。が、一方また豪血肌のところもあって、 日さか酒きに親しみながら、さらに紅白を意図しなかった。おもぐもの上をかけるも、谷水を渡るも、鶴の務めなりけり。こう自ら歌ったほど、彼の薬を買う者は、髪は一般の老食から、霜は路面もつなぎがたい、古事記否認にまで及んでいた。 乱体は神太夫の脈を取ってみるまでもなく、利病という見立てを下した。しかし、この名医の薬を飲むようになっても、やはり神太夫の病は治らなかった。木三郎は看病の傍ら、ひたすら諸々の物心に、神太夫の解放を祈願した。病人も、夜長の枕元に薬を煮る煙を嗅ぎながら、 他年の本望を遂げるまでは、どうかして生きていたいと念じていた。秋は、ますます深くなった。木三郎は蘭体の家へ薬を取りに行く途中、群れを成した水鳥がしばしば空を渡るのを見た。すると、ある日彼は蘭体の家の玄関で、やはり薬をもらいに来ている。 一人の中元と落ち合った。それが、恩地小左衛門の屋敷のものだということは、蘭隊の内弟子と話している言葉にも、おのずから明らかであった。彼はその中元が帰ってから、顔なじみの内弟子に向かって、恩地殿のような武芸者も、病には勝てぬと見えますな、と言った。ええ、両人は恩地様ではありません。 あそこにおいでになる。お客人です。人の良さそうなうち弟子は無頓着にこう返事をした。それ以来、木三郎は、薬をもらいに行くたびに、さりげなく、兵衛の様子を探った。ところが、だんだん聞き出してみると、兵衛はちょうど、平太郎の明日頃から、ダ代勇と同じ利病のために、苦しんでいるということがわかった。 してみれば、ヒ衛が証工院へ、あの日に限って儲けなかったのも、その病のせいに違いなかった。神田祐はこの話を聞くと、一層病苦に耐えられなくなった。もし、ヒ衛が病死したら、もちろん、いくら打ちたくとも、仇の打てるはずはなかった。と言って、ヒ衛が生きたにせよ、彼自身が命を落としたら、やはり、 長年の観難は水泡に着すのも同然であった。彼はついに枕をかびながら、彼自身の回遊を祈るとともに、合わせて仇、瀬沼氷への回遊も祈らざるを得なかった。が、運命はあくまでも、田岡神太夫に告白であった。彼の病は重りに思って、 乱体の薬をもらってから、まだ十日と経たないうちに、今日か明日かという容態になった。彼はそういう苦痛の中にも、周年区、仇討ちの望みを忘れなかった。キザブロは彼の心銀の中に、しばしば、八番大菩薩、という言葉が、かすかに漏れるのを聞いた。ことにある夜は、キザブロが、例のごとく、 薬をすすめると、神代祐はじっと彼を見て、キザブロ、と弱い声を出した。それからまたしばらくして、俺は、命が惜しいわ、と言った。キザブロは、畳へ手をついたまま、顔をもたげることさえできなかった。その翌日、 神太夫は急に思い立って、木三郎に蘭隊を迎えにやった。蘭隊はその日も手記を帯びて、早速彼の病床を見舞った。先生、長々の誤解を、神太夫、片付けなく存じます。彼は蘭隊の顔を見ると、床の上に置き直って苦しそうにこう言った。が、 二ども息のあるうちに、先生をお見かけ申し、なり分、願いたい一義がござる。お聞き届けくださりょうか。乱隊は、心よく頷いた。すると神太友は、途切れ途切れに、彼が瀬沼兵衛を付け狙う、仇討ちの死祭を話し出した。彼の声は、かすかであったが、言葉は、 長物語の間にも、さらに乱れる様子がなかった。乱隊は、眉をひそめながら、熱心に耳を澄ませていた。が、やがて話が終わると、人太夫はもうあいぎながら。いども、今生の思い出には、兵衛の容体が、受けたまわりとうござる。兵衛は、まだ、存命でござるか。 と言った。ブローはすでに泣いていた。乱隊もこの言葉を聞いた時には涙が抑えられないようであった。しかし彼は膝を進ませると病人の耳へ口をつけるようにして。ご安心めざされ。昌栄殿の臨終は、根性、虎の上国に愚郎、確かに見届けもした。 と言った。神太夫の顔には、微笑が浮かんだ。それと同時に、やつれた方へ、冷たく涙の跡が見えた。兵衛。兵衛は、妙がな奴でござる。神太夫は、口よしそうにつぶやいたまま、乱体に礼を言うつもりか、床の上へ、乱れた頭を垂れた。 そうして、ついに、うなしくなった。漢文十年、陰歴十月の末、木三郎は一人、団体に辞して、故郷、熊本へ帰る旅定に登った。彼の振り分けの氷の中には、求め、左近、神太夫の三人の遺髪が入っていた。 公団漢文十一年の正月、運州松江商工院の墓所には四季の石塔が建てられた。世衆は堅く火したと見えて、誰も知っているものはなかった。が、その石塔が建った時、二人の創業が勾配の枝を下げて、朝早く 証拠院の門をくぐった。その一人は、城下に名高い松木乱体に紛れなかった。もう一人の創業は、見る影もなく闇放けていたが、それでも、凛々しい物腰に、どこか武士らしい様子があった。二人は墓山に、勾配の枝を手向けた。それから、 新しい四季の石灯に、順々に、水を注いでいった。後年、大爆エリンの絵下に、当時の闇ほうけた創業とよく匂った老老師がいた。これも、純格という創名のほかは、何も、素性の知れない人物であった。 著者牛川栄治八冠道中朗読七味春五郎1笛は孤独で楽しめるいつか旅で笛を吹く心境の不思議な陶酔の味を知って今では安成三五兵衛の腰には大将と印籠のほかに 袋に入った一滴がたわさまれて、彼の旅に離れぬものとなっていた。それは、クワナの城下で、すすけた古物屋の棚ざらしの中から見つけ出した笛だった。値はお話にならないくらい安かったが、手がけてみると一品で、誰か名人の手になった策に違いない。彼は、 もうその笛を三四年も持ち慣れていた。ただ少し気に染まないのは疾患に傷つけてある笛の命だった。沈め刀に青漆を刺して小さく発汗書と掘り付けてある。どうもそれが彼には恐ろしい冷たさに感じられてくるのだ。音色に 金のあるのは好ましいとさえ思うが、八冠症という名の意味を組むと、何もかも白い氷に似てている天地が想像されてならない。そのくせ、当の安成三五兵そのものは、どういう人かと見ると、これはまた、創身、衣にも耐えずという姿で、眼差しは執着の粘りを示し、場は、 神経質に細く引いて、顔色だけが長い旅に焼けているが、その唇はひやっこくすねて。交渉も微笑も忘れているかに見える。長いこと家庭を持たぬ人の特徴として、ひどく青年らしいところもあるが、年は三十四五だろう。すべてが冷たい感じの人物である。 その三五米が発冠症の時期を気にかけるなどは少しおかしいが、どうしよう愛意というから、彼のような冷徹な方の人間は、かえって強い温かみを欲するのであるかもしれぬ。例えば、女のようなもの。それも並な女ではなく、いつも火のような、 上縁を肌の油に炊いている女の。おう、ニンナジリュウ。サは表札に足を止めて静かな構えの玄関を覗いた。萩の袖書きに塗り生地の床玄関、笛子らしい住まいである。旅先のものでござるが、お珍しいお流儀。 同行ううなれば、何とぞ、一曲ご指南を。ドバカワの地理をはたいて、取り次ぎを頼む。通されて、三五兵ベは増えし、笛師、カスガ、平六という人品のいいおじいさんの前へ出た。吹いてごらんじゃい。彼は、腎で、八冠症を袋から取り出し、観客の月層根を一鎖吹いた。 老婦へし、平六はうずいて。まあ、そんなもんじゃな。だが、一層でなし、血の流でなし、どなたに疲れたの画竜でございます。ただ、好きなために。うん、自然にな。それでいいのだ。檻に触れての心を吹く、魂を遊ばせる。それでいいのでございますわい。 だが、笛のせいもあるじゃろうが、恐ろしく寒い音色、察するにお手前は孤独でござるのご明察の通りでございます。お年にしては良楽なお姿、そのねが笛に現れる。笛ほど嘘をつかぬものはないでな。心に邪気があって吹けないことがしばしばございます。 そうとも、殺気を含めば殺気ばみ、蒸気があれば除菌を持つ。とても恐ろしい奴はこの笛でござる。ことに、お手前の音色を聞きすますに、非常な執着と恨みをお持ちなされている。うん。最善、旅先と言われた。それに孤独。 仇を探してお歩きのみでおざろ。いや、図星を刺されて、サンゴ兵衛は驚いた。ま、少し和曲の明るいものをお吹きなさい。あまり両楽じゃ。あまり冷徹じゃ。彼はその道の人として、兵六を珍しい笛吹きだと契服した。どうして、こんな笛師が、この 甲府などに至ろうかと不審に思ったが、後で聞くと、領主の柳沢義康が、江戸から連れてきたもので、春日流の宗家に縁のある人だと聞いて、そうかと頷いた。せめて平六から、何か一曲受けておきたい。彼はそう思って、通り過ぎるはずの甲府に滞在して、二十日ばかり、 平六の家へ通っていた。するとある日、吉次があった。喜ばれ。彼の顔を見ると、笛の稽古はそっちのけで、待っていたように平六がこう告げた。本来の長巻き差しで、鮎川の二助というものがある。この公衆では、有名な爆地打ちでな。その身内どもが、 先ごろ、御岳へ参ったときに、見たというものの話だが、平六は、急に気がついたように、丸窓や、襖の隙を閉めて、三五兵衛の前に腰を曲げて座った。三五兵衛殿の探している仇の名。確か、村上三之丞とか言ったな。そして、年ごろは、お手前より若く。 顔つきも失礼じゃが、そこもとよりはぐっと男ぶりがいいという話で。いかにも美男子でございますが。そいつがな、その三の城が、どうやらあゆ川の身内の世話になっているらしいという噂なのじゃ。早速出向いてみたらどうでござるの平六は非常な熱心でい いつか、根掘り葉掘り聞かれたときに、やむなく仇の輪郭だけを漏らしたことがあるが、平六はそれに案外な好奇を持って、また三五兵を喜ばそうという親切げもあって、知人の間に、それとなく、によりの人間がいたら知らしてくれと、頼んでおいたらしい口ぶりである。すけの家へ近づく手段はわけはない。 鳥沢を通る老人は、大概彼の部屋に泊まる者が多いそうで、リスケもそれを地盤にしているということじゃ。合力をこうふりをして、そこへ泊まれば様子がわかるが、もし合力を受けに行くのは気まずいと思うなら、わしがその男を知っている知人から、それを書いてもらっておく。何せ、早いがよい。早速、 出向いてごらんじゃい。まさか、まだ二日や三日で、と思っていると、その翌日彼が行った時には、もうちゃんと相川のニスケへ当てた紹介状ももらっておいてあるし、別に一風の金を選別の印にと言って包んで出した。その日も笛を習うつもりで、 八冠症を携えていった三五兵衛は少し間をついて早々に兵六に見送られて帰った。二。公衆時も大月あたりの風は格別に思った。凍てついた道をカツカツと踏んでゆく馬の蹄きから、さっと砂混じりの粉雪を顔へ持ってくる。 昨日が寒の明けだと道で聞いたが、左に見る岩戸殿山の膝には、まだ深い雪が、いつ消えそうもなく光って見え、往来の樹木の小杖には、日の高くなるまで、つららの花がついていた。大月から猿橋へかかって、桂川の私に姿を見せた三五兵衛は、その私船には乗らないで、腰のという、 村の道を尋ねた。そして、教えられた川沿いの道を下へ向かって、ゆっくりと歩いていた。やがて、土手を右へ切れると、遠くに人家が見えた。あれだな、小四郎。鮎川の家を訪れる前に、とにかく、見つけの身内の概念だけを知っておきたいと考えた。確かに、 仇の三の城だとは言うが、もし全く別人だったらつまらない話で、どっちみち今夜は相川の部屋に泊まるにしても、そうだとしたら気楽に訪れてくつろいだがよい。藪の陰に赤い火が見えた。荒物などを傍らに売る掛け茶屋があって、土間ろに豊かな火を焚いているのだった。 十三。鮎川の西家の部屋があるというこし野はもうすぐそこだったな。そこの焚き火にかがみこんだ三個兵衛は、わらじの旅から湯気が昇って、頬までぼっと温まってきた頃、そろそろ話を持ち出してみた。ええ、もう二十兆とはございません。お侍様はこれから鮎川親分のお部屋をお尋ねなさいますので、ね。 うん。そのつもりだが、桂川の淵で、からっ風に吹かれてきたので、火を見ると、もう、歩くのが嫌になってな。何しろ、ここは街道から二、二三里横に入りますから。だが、古州寺を通る路人などは、鳥沢の宿に泊まらずに、大概、鮎川の部屋へ行くそうだが、そりゃ、るか夏場のことで、こう寒口や。 めったり、道を回ってくるお方もございませんよ。うん、そうか。実は、その相川にいる知り人を訪ねてきたのだが、すると、もうそのものもおらぬかもしれんな。なんとおっしゃるお方でございますか村上三之丞という若い浪人な。おお、男ぶりのいい村上様という若いご浪人ならば。亭主が、 図に乗った口を開きかけたかと思うと、後ろの荒物を並べてある棚先で何か不意な物音がして亭主はたった。三五兵も傘を取って外へ出た。やっと温まった体へヒューッと氷のような夕風がぶつけてきたので、傘の紐を噛みながら思わず顔を横にすると、 出てきた茶屋の掛け戸の陰に、ちらと、年間なしい女の姿が見えた。いるな、村上さんの女は。三五兵衛は、そう思って呟いた。鼻の先にいる者なら、仕方がないから、行ってみてやろうか。それに、カス兵六の手前もある。また、こうして手紙や選別まで汚されたものを。 薄い苦笑が、その顔に昇る。衣にも体操もない痩せた体を、急に寒気を加えた風がかすってゆく。空を見ると、つららの枝に星があった。なんという、逃げべたな奴であろう。三之条の方では、春で必死に居所をくらましているつもりだろうが、この三五兵衛が撃つ気だったら、 今日までに、あれの命が三つや四つあったところで足らないだろう。相手の気持ちを考えると、彼は一人でおかしくなる。何かの場合には、三の城の驚きや動機までが、すぐ自分の胸にわかる。彼が寝てからの苦しみまで、枕元にいて覗いているように、三五兵にはよくわかった。彼は、 それを楽しむように想像する。そして、それが、サンゴベイの仇打ちだった。三。サンゴベイに、この四五年の孤独を味わわせたのは、言うまでもなく、村上三之丞である。もっとも、国元の紀州にいた自分から、サンゴベイの性格は、 今とあまり変化はない。和が山の家中でも一人の友をも持たなかった。妻をと進めるものがなかっただけでも彼には人の寄り付けない刃のような層がその頃から備わっていたに違いない。しかし家庭には彼の好きな一人の妹と出資ごめんになって余生を送っている父があった。 自分の美貌を利用しすぎる三ンドが、そんな家庭を受ったのは、彼として生涯の災いだった。三ンドは彼の上等手段で、高校で、兄にも素直だったその妹を家庭から走らした。騒ぎの起こった日には、老夫が、フ面ンをカ中に恥じて腹を切り、半月ツキは、 妊娠した妹の死骸が、けさがけにされて、吉野川の淵に浮いて出た。目先の見えぬ奴だ。人にもよりけり、歯の執念深い、粘り強い、神経質なサンゴベイの恨みを買って。隙間の三の城め、半年とこの世に生きてはいられまい。サンゴベイが旅へ立った時、それ出たぞというように。 和歌山の者は言い合った。ところが、今年で四五年になるが、まだ村上は生きている。もっともその間には、三五米の影が刺すところ、刺すところから、点々と居所を変えてきてはいるが。まだ、まだ。こんなことでは、俺の復讐心は満足しない。打たないぞ。打たないぞ。 このれ、さんのう、撃ってくれと頼んできても、まだ撃たぬぞ。人とは、三五兵の考えは違っていた。老笛師、兵六の肩入れなども、実はまるで見当違いなもので、三五兵の心を知らない力み方であった。だが、甲府にいるのも具合が悪いし、選別まで受けたので、 彼は彼への義理みたいに、仇のいるこの腰の絵、足を向けてきたのだった。で、白い星が見えだしたので、サンゴベイは少し足を早めかけたが、しばらく行くと、お侍様<ん>もしお侍様彼の後ろを呼び止める女があった。 4ただいま、あそこの茶店で来ましたら、コシの私の家をお尋ねくださるお方だそうで、息を切って追いかけてきたんですよ。女はそう言って三五兵のそばへ寄った。髪型児を経てきた目のせいか、甲府の女は肌が荒いと思ったが、この女は一見してそうでなかった。 サンゴベイの癖として女を見るとすぐ肌の粗密が直角に登る。それから顔に映るのだった。おえ、この女は歯が白い。サンゴベイはそれに気がついてから一層注意を払い出した。もう人の女房であるはずの年頃だが金をつけていないうえに あどけなくしているので、存外見た目では若々しいが、二十六か七ぐらい、その辺だろうと彼は見ていた。あの、ご案内申しましょう。この森の出外れから細い道へ入ると、二丁ぐらいは遅くございます。では、その他最善、あの店にやばした女ではないかはい。 鳥様の宿ままでと一緒に参りまして、私だけ先へ帰ってきましたので、ちょっとあそこへ寄って用を頼んでおりました。ちっちゅっとおっしゃると。鮎川のリスケでございます。おう、じゃあ留守だったのが。い,いえ、明日にでもなればすぐに戻ってくるはずでございますから。どうぞ、ご遠慮はございませぬ。三日でも。 4日でも、サンゴベイの方へ黒目を流して、片えくぼに笑って見せた顔が、目に痛いくらい怖くだった。わざと、髪には頭巾は被らないで、粋な結びに絞りの切れをかけていた。肉付きが良くてすらりとしていて、この寒々とする夕方にも、秋を含んだかの唇は焦ないで、 その、情の深そうな瞳や口元は、絶えず、細かい表情を忘れない。三五兵衛は、つい、話の継ぎ方を忘れて歩いていたが、何かの弾みに、いきなり尋ねた。失礼だが、そなたは、ニスケ殿の娘子かはい、わがまま者で、イネと申します。主が不在でも、もうこの地獄、 こっからは戻れぬから、言葉に甘えて厄介になるといたそう。えどうぞも、お気兼ねなく。たくはがさつものばかりでござんすから、おもてなしのない代わりに、どんなにでも、おくつろぎ遊ばして。旅は、そうしたところが、嬉しいものでな。この冬空、五どうのうちでも、ゅう寺は、一番んぎだという話。さだめし、おつろうございましょう。 辛いということもないが、また、面白いということもない。長い旅でいらっしゃいますかさよさかれこれ、四五年。お言葉のご様すでは、髪の方、奇州あたりにお見受けいたしますが。んよくわかるの。拓栄は、諸国の方が、よくお見えになりますので。奇州のものでは、誰が来たか。ええー。 と、お稲の目は慌てて、あの、お侍様ではございません。渡り物か。三五兵衛はおかしく思った。だが、村上三之丞のことを隠し立てする女の気持ちに、彼は軽い嫉妬を感じた。そして、自分の妹をさえ、不敬に背かせた彼の美貌を、呪いの中に描いていた。 お稲と三之条とその中も、しきりと彼は想像してみた。腰のまでの平坦な道のように、三五兵ベとお稲の話は、一向それ以上進まなかった。ここでも、自分の冷ややかなものが邪魔をして、女の心を寄せ付けないのだ。承知はしているが、それだけはどうにもならない三五兵ベであった。 けれど、他人行儀な今のような会話でも、それがお稲の白い息に混じって口を出ると、何か色を含んだものとなってサンゴベの方に生ぬるく触れてくる。とにかくサンゴベはこの女にある興味を覚え出した。お稲の目もそうして男を改めていたが、それはこの女の どの男にもする所作かもわからない。それに比べると、サンゴベイの方は、決してそうでなかった。今日までの旅の間に、サンゴベイも多くの女を知ってきているが、彼の選んだ女には、皆一つの型があった。火のように、いつまで燃え続く上演と、それに耐えぐるマンで、 公園な肉体の所持者でなければ、興味を動かすに足りなかった。つまり、彼とは全く反対な性格と、反対な指揮官を持った女でなければいけないのだった。五。鮎川の部屋は、さすがに大きな書体だった。離れではないが、縁続きの おもやからずっと奥まった座敷へ、三五兵衛は通された。三之条のやさためし行転して、今頃はまたあたふたと、どこかへ逃げ出す支度でもしているだろう。読みを置いて、進める酒を程よく済まし、禅を下げてもらった後、三五兵衛は、こたつに手を入れて。驚いたろ、村上三之条。 何しろ、一つ矢ののち下に、俺というものが来たのだからな。と、例の、かいみに浸っていた。ふと、こたつの横を見ると、さっき、おなぐさみにと、誰か置いていった、六、七冊の草像紙が重ねてある。こたつ布団へ、横顔を当てながら、何気なく、上の一冊をめくってみると、 場外の堀り端で覆面の男が老武士を暗殺している絵があって、次の絵には人品のいい小敷がいざり車に引かれている。そして最後のところには微目秀麗な若者と悪僧の武士とのしのぎを削るところを描いて、悪僧の武士の脇腹から黒い血が噴き出していた。 仇討ちか。サンゴベイは、人ごとのように呟いて。仇というと悪そうで、打つ方というと美男だな。と、素の草草子を元に伏せた。美男はいいが、第一俺の仇は弱すぎる。判断逃げべたな腕の知れた男を、仇として持った俺は、なんという不幸の上の不幸せだろう。 いつも思うことだが、今もそれを、彼は、んぜざるを得なかった。三之丞がもっと手強い相手だったら、当然、俺は薬器となる。うんと腕を磨きにかかる。文字通りの餓心焦胆をやる。仇が手強ければ手ごわいほど、勘古が伴えば伴うほど、体毛ということになり、 復讐の念は晴らされる。ところが、村上んの丞と来てはお話にならない。あれでも、こんな片い舎では、用心棒ぐらいなことをごまかしているのかもしれないが、少なくも安成三五兵衛の目から見ては問題のほかだ。撃とうと思えば、いつでも撃てる。そんな人間を早速に撃って、和歌山へ帰って、 めでたがられて、俺は満足になり得るだろうか。その上、ごぞうだの、嫁の口の話だのに多忙になって、武士の帰還だ、などとそやされた日には、花にでも入りたくなりはしないか。そんなお祭り気分ではない。受けた無念は深刻なものだ。三の城が荒れたからといって、到底、覇借することはできない。 父、妹、孤独になって生きている自分。誰一人を考えても、その恨みの深さは、打って足りない仇である。一寸試しではまだ足りない。生かしておくに、限るのだ。生かしておいて。俺は時折、俺の影を見せさえすれば、三之丞はこの安なり三五兵衛が、 いかに執念深い、冷酷な、恐るべき人間だかということを、奇襲にいた頃から、よく心得ている男だ。それで、俺の復讐は、日、一日、刻一刻ずつ、果たされてゆくわけになる。しかし、そうしている間に、毎日、彼が病死でもしたらという恐れもあるが、それでもいい。 おそらく、その死に方も、仇討ち以上なものに違いない。サンゴベえはいつまで、こたつに目を閉じていた。そんなことを胸に繰り返しながら、実は非常な神経を働かせて、広い屋内の空気をくまなく探っていたが、彼に少し気がかりなことが起こった。はてな。 逃げないぞ、三之条のやつ。どうも、彼の神経は、そう感じられてならない。向こうの部屋に刺しているあがりの色、柔らかな笑い声、子分たちの足音やまらざし、少しもそんな毛振りがないわい。うん。逃げない、逃げない。三之条は知らないのだ。してみると、あのお稲という女は、 あれだけこっちから匂いをさせておいたのに、どこまで常の泊まりの老人と思って、三の城には何も話していないと見える。三五兵は困ったことになったと思った。いくら三の城でも自分がここへ来たのを知らなければ慌てることも逃げるはずもないわけだ。そこらの出入りに誤って、 顔と顔を見合わすようなことは絶対に気をつけなければいけない。それにしても、一軒の家の中だ。いつどこでばったり鉢合わせするかわからないから、なんとかあいつめ気がついてくれればいいが。うん。サンゴベイはうなずいて、ふう、と部屋の明かりを復帰した。 探り取った笛袋から抜いて彼の指にかけられた発汗症はやがてつららの林から響く小玉のようになり出した。聞くからに寒い音色やカスが平六の言った金というような会調がこのぐらい闇に動く彼の指先から操り出された。六 発汗症の音色だけは、一理隔てて吹いていても、三度城の耳に恐怖を起こすはずだ。彼はいくたびも、この音に脅かされている。三五兵衛は、拭くのだった。逃げろ、逃げろ三度城。何時をあたと付け狙う、安なり三五兵衛は、ここに来ているぞ。今宵のうちに、 逃亡してゆけ。そして、まだおどおどと、どこかで休まらない眠り場所と、落ち着けない生活を見つけておけ。やがてまた、この三五兵衛の影がそこへ刺すまで、八冠将がそこでなるまで。逃げるがいいぞ。逃げるがいいぞ。村上三の女用。驚け。慌てろ。 蓄電の支度をしろ。八冠将はそうなるのだった。三五兵衛はそう吹くのだった。と、その上に何の空気の異なりを感じたか、彼はそろりと畜官を後ろに秘めたが。いるな。はて、むくっと立つと、次の部屋へ身を運んだ。 そこで、彼は猫のように、じっと闇に静止していたが、その部屋のとこよりに、違い棚を略した押し入れのあるのに目を止めて、それへ、手がかかる途端に、さっと、ふすまの音。そして、ドタリという、重苦しい響きが一瞬。恐ろしい素早さで、彼の手に引き出されたのは、 相川の古文らしい男だった。声を立てないのは、死んでいるのではなく、強く首の根を締め上げられているからで。ぐっ、ぐっと、ただ目を白くして、やがてぐんにゃりと、三五兵衛の手を離れた。誰に頼まれたえ、へい、ぬかさぬか申し訳がございません。実は、 少し外で暗らいよってきましたが、夕方から大平で寝るわけにもいかないので、この押し入れ潜り込んだまま、ついぐっすりとしてしまったので。そ、それに添いございません。この通り、暗らいよっているのが証拠で。えい、どうかご勘弁のほど。男は不意に飛び下がった。待て、誰が行けと言った ごめんなすって。弱音を上げようとするのをとっちめて、男の曲げの先を握ったまま、三五兵衛はそれを畳へ押さえつけたが、ぐっとその利き腕の入れ墨をめくって。己の,の面と声柄に覚えがある。異性の松坂で拙者の枕元を探った、ごまの灰の先吉だな。え、ど、どんなは、 静かにいたせ。だが、今夜は枕探しではあるまい。何しにそこへ隠れていた。あ、やっと、思い出しました。じゃあ、どんな松坂の宿で、足が土地を踏んで、ひでえびに合わされた、あの、おさむらしさんでございましたか。ま、少し、手を、緩めておくんなさい。あの時、殺された目は、今でも忘れちゃおりません。 旦那の腕には十分と懲りております。さようなことはどうでもいい。早く申せ、この訳を。こうとしりゃ、頼まれてもするんじゃありませんが。実は私は、今では駒の足を洗って、この鮎川部屋の厄介になっておりますんで。うん。ニスケの杯をもらっているのが、というほどでもございませんが、この仲間で、 客分というような形なんで。すると今夜、お稲さんと三之丞さんに呼ばれて、奥に泊まった老人の寝込んだところを見届けて、その代償を取り上げて、合図をしてくれと頼まれました。何では三之丞のやつ、拙者を三五兵衛と知らないのではなかったのかわしも、その昔、伊勢の松坂で、 こっぴどく怒らされた旦那だとは夢にも知りませんから。お安いご用と引き受けたわけなので。うん。するとあの、お稲という女も、無論三の城とは同福だな。そりゃ、もとより気持ったお話です。あのお稲は、江戸から流れてきた旅芸者で、軍内の外気屋へ片付いたのを、陰謀な立ちですぐ返され、その後、 アイカの親分の世話になっている女で、それが三の女が腰のへ来るとすぐにできて、今じゃ親分の前でも大平に甘いところをやっている中ですがね。三五兵衛の胸は何か考え込んだ。お稲と彼との仲は想像通りなものだったが、なぜか制しきれない嫉妬が胸に騒いでいる。 また、自分の来白を知らぬのかと思った三之丞が、いつの筆胞にもなく腰を据えて自分を帰り討ちにしようとする手段に出てきたのも、三五兵には意外だったが、あの弱いのを感じている仇が、それくらいにまで育ってきたかと思うと、ちょっと愉快でもあった。で、ごません。 貴様はいつからそこに潜っていたのだ。ちょうど旦那が小つの上で草草子を広げていた自分です。はてな、あの時刻にいくら耳ざとい旦那でも気がつかないのは当たり前です。外から入ってきたわけじゃなく、この戸棚の奥はこういう調子にできているので。こりゃ長脇差しの家にはよくあるからくりですがね。 先吉が隠れ場所の種を明かした。覗いてみると、そこは二段落としの床になっていて、中の明かり口のような狭い小薄を開けると、母屋のどこかへ抜け穴になっていた。寒くてしょうがねんで、ここへ酒を持ち込んで、旦那の寝つくのを待っていたわけですが、こうとを脱いで、 種も仕掛けもぶちまけた上は、わしは一刻もこの相川部屋にまごついちゃいられません。旦那、どうかお慈悲に、こそり逃がしてやっておくんなさい。うん、許してやろう。ありがとう存じます。じゃ、旦那も十分気をつけないと。が、待て。いいどう逃げるその橋から、 商人場を通って、下鳥様へ下ろうかと思います。で、ひとまず、江戸の方へでも。道案内を頼む。拙者、今夜ここを立つ。え、旦那も正人場の辻堂で待ち合わせていてくれ。それについては、持ち物も貴様に預けておくから、落とさぬように頼んでおく。ほんの と千吉は唾を飲んだような声でこりゃ金笛ですねうん金は二百両を少し崩してある笛は大切くれぐれ落とさぬように頼むどっちも少し邪魔になるから貴様の肌に抱きしめてな汚ずじゃあいずれまた精進場でなんなら それを持ったまま方角を違えて差し支えはない。ぞっとします、旦那の金じゃ。寝込むなよ、随道で。大丈夫。あれから鏡坂へ見えてくるお姿を目を見合ってお待ちしております。そうしてくれ。だがな、ことによるとそこへ行くときには二人連れになっているかもわからない。 7. 外の板の間は氷のようだが、障子のうちはこたつの火と酒の匂いに、この明るいしぼねの丸ワンドンの明かりが灯って、そこにいるお稲の身の動きにも、春の晩のようなぬるい空気が部屋に動く。まあ、真、ま、っ青になって、どうなすったの三の女さん。へえ、気持ちが悪い 寒気がするんですかえそれほど今夜は飲んでもいないのに。と、おいねは自分の膝へ投げ込んだ男の体を揺すぶりながら、ほえ、ほをつけていった。酒じゃないのえ笛ああ、今奥で吹いていたあの老人の笛がうん。もう寒気が取れた。おいね。 その逆月に暑いのをいっぱい、の小さい人ね。と、お稲は、それがおかしくもあり、かわいいとも思った。もう、笛の根は病んでいた。最善のあの笛の根が、すきもる風のように、シュうシュうと、障子紙に泣きすがってくるようなのを聞いている間、三之丞は、お稲の膝から顔を、 あげなかったのである。噂の通り、三之条は、ちょっと女好きのしそうな眉目に、やさがたな肩幅を落とす癖を持っている。だが、その瞳の底には、瞬間も休まらないというような恐怖を、ドキドキと潜ませているようだ。侍のくせにさ。おいねは笑って、背中を打った。さ。 暑いのをぐっと干して、度胸をつけなさいよ、度胸をね。お前さんのような引け目をとっていた日には、一生涯、あんなカマキリみたいな細っこい老人に、ビクビクしていなければならないじゃありませんか。お、大丈夫だよ。ついでくれ、俺はの、飲んで勇気づける。そうですともさ。何も、一人でする仕事じゃなし、部屋の古文で、 寝込みを取り巻いてしまえば、お前さんが手を下すことはありゃしないのに。いや、俺だって、和歌山にいた頃は、藩の市内へ通って、外にしないだこをこしらえたものだが。ただ、あいつは苦手だよ。苦手と考えるからいけないのさ。私なども、長脇さしの殴り込みを、くたびも見ているけれど、みんな腕に覚えがあるんじゃなし。 同居は一つの仕事じゃないの。女に力をつけられて三の城はだいぶ気強くなったらしい。一度真っ青に冷めた顔に赤い色がさしてきた。そうかな。やっぱり気持ちのものかしら。強いて、おいねに笑ってみせて。後で落ち着いて考えると自分でも不思議でしようがないが。 あいつのよく吹く陰気な笛を聞くと、俺はどうこらえてもガタガタ震いが止められないのだ。おいねえ、お前もあいそがつきやしないかおっしゃいや、この人は。いきなり抱き余るほど放慢な懐へ、男の体を引き寄せると、おいねはただれたように赤い唇を。 自分の腕に仰向いた三の城の顔へ激しく敷いて。前さん、そんな私だと思っているのだが、俺のような気持ち、そして弱気な人間はさ。私は、それをついているんだよ。気の強い男ならば、いくらも部屋にいるじゃないか。もし、俺が三五兵に打たれたら、お前はどうするね またそんなこと、私がそばにいる以上は。いやさ、もしかという場合に。後を追って死んでいくわ。ね、サのジさん。二人は死んでもだよ。死んでもだよ。と、お稲は激しい力を入れて男の体を揺すぐると、めくるめくような情熱にうずかれて、そのまま何もかも忘れてしまいそうになった。 だが、男の気持ちは、それに合致していけなかった。三之丞は、厚ぼったい胸の下に息が詰まって、思わず、それから身をすり抜けて。こうしちゃ、いられない番だ。俺も今夜、はきっとやってみせてやる。あいつの息の根を止めてやる。何、できないことがあるものか。と、前後を寄せて、手弱で、四五杯、立て続けた。 だが、どうしたろうね、千吉のやつは。うん、うまくやるに違いない。あの抜け目のない男のことだから。そうとは思うけれど、遅いじゃないか。他の子分はさっきから、鳴りを沈めて待っているのに。おねは、急に立って、気がかりらしく、所持を開けた。千吉の合図があるまでは、静かにしているようにと言いつけてあるので、 部屋の方も、この母屋も、いつもの晩よりは、ひっそりとしている。するりと、外へ抜けるお稲を眺めて、三之丞は、慌てながら呼んだ。おいね、お稲、ね、ど、どこへ行くんだし、と、女の目は、それを接して。あまり遅すぎるから、ちょっと、仙吉の様子を、見てこようと思ってさ。 頼むよというように、男の目は安心してうなずいた。その後へシビレを切らした、ゆかわの古文の一部が、忍びやかに三サノのいる部屋へ寄った。先生先生あ部屋の者のか。どうしたって言うんでしょう何がやっぱり。 合図がねえじゃありませんか。凍えてしまいそうですぜ、外にいる奴は。騒ぐな。もう少しの辛抱だ。座り直すと、三之条は、まるでさっきの三之条ではなかった。決して、おいねえ許したような、暴れっぽい弱気は、どこにも見せなかった。一っときばかりが、大事なところだ。俺も今すぐに出向くから、持ち場を離れずに、貯めていてくれ。 日頃の稽古を試すのは今宵だぞ。やろうかのに大丈夫です。だが、千吉のやつはまだ何とも言ってきませんか三五兵ののつがまだ十分に寝つかないのだろう。その方は今、お稲さんが見に行っているから、みんなは恋口を切ってじっとなりを沈めていることだ。卑怯な真似をした奴は後で承知しねえから言い渡しておくかいいぞ。 じゃあ、戻っておりやそう。して、先生はん俺か。俺もとうっかりしていた三の城は、突っ張っていた肩を急に揺すぶって、不用意に至ってしまった。裏庭の木戸が手薄ですから、先生はあそこを見てやっておくんなさい。犬、カンパチ、判事、ジ、現像なんかがそこにいるはずですから。さようか。心得た。と。 三のドジは、そこにいるものたちへ、完全と言ってみせて。さて、ためのりの長いさやをやおらというふうに、腰へ刺した。タ。はち。おいねはどこからかぬけろかへ入って。はなつままれてもわからないような、くらを手みてさぐりで、さぐっていった。と、 肩に突き当たったところがある。今日は留守でいないが、その上は鮎川の二助の部屋としてある。そして今、お稲が探っているところは、何かの場合には、あの床脇の戸棚から逃れるようにしてある隠し道だ。少し窮屈な口元の柱を撫でて、お稲は、つい鼻の先の闇を、 いつまでも透かしていた。いるのかい千吉千吉うん。ぷーと酒が匂ってくる。お前また酒を持ち込んだね。なでおろした柱の下から、今度は敷いてある薄べりをそっと探り回していって。どうしたねそこの様子は。 え千吉ってばああ、お前ここで寝込んでいるんじゃないのかい指先に触れた着物を頼って、だんだんに肩とおぼしいところまで慣れていくと、不意に千吉の手が。おいねはそう思っている。ぎゅっと強く自分の体を締め付けてきた。あれお前どうするの そこの壁と、ふすま一重向こうには、確かに、あのカマキリのような老人が寝ているはず。と、お稲は、大きな声も立てえないで、また、その豊かな獅子をも、思うように動かし得ないで。あ、どう、どうするの先吉ってば、そんなにして、胸を、あれ。ふすまの奥に、 軽い身もえをする響きが伝わったが、それも、こらえ声も止んでしまうと、お稲の体は抵抗を失ったように、いつまでも狭い低い暗闇に、口が聞けなくなっていた。霜は真っ白で、すべての影は凍りついて、かーんと耳がつんぼになってしまいそうな、 だった。黒い布をかぶり込んだのは、その形、体を隠す目的よりは、耳が痛いせいだった。さっきから、裏庭の木戸の方に鏡込んでいた、アユカ部屋の者たちは、カジカだダーに息をかけて、待ちじれていた。どうしたんでしょう、先生サンドジョーも。 手足の指の痛むような冷たさと、時々何か背筋へゾッと感じてくるたびに、風邪をひきそうな心地がしていた。不思議だな。物出しつつしてこない。なあ、ホイナさんが見に行ってからだって、だいぶになりますぜ。さよさ。と、三之丞は唇を噛みしめて、張り詰めている態度の裏を、 周囲の者のに覗のかれまいと努めたが、少し不安な様子が顔色にぐらつき出した。見てこい、カンバチと二三人で。大丈夫ですかだから、あの抜け口を取って、三五兵に感づかれねえように行ってこいと申すのだ。二三人が裏庭を大回りして、お稲の様子を見に行ったが、それからもしばらく、 何の沙汰がないと思っていると、やがてであった。家の内と外にじっと、なりを潜めていた者たちが、一方の方角へ向かって、その足音と、相立ちの声を、どっと、暴風のように集めていった。そ、それ、それ孫の城はその途端に、血が上がったように騒ぎ立って、 裏木戸にいた七八人と一緒に土足で母屋の真ん中を駆け抜けた。その時になって、抜け穴の奥を見に行ったカンパチや二三人が、お稲の姿が見えないという声を上げしらした。と聞いて、誰よりもどう失ったのは、むろん三之丞であった。えっ、お稲がというと、彼はうろたえた。 無自覚な足を三五兵衛の寝ていた部屋へ踊り入れようとしたが、釘を踏んだように自分の盲目にぎょっとすくんだ。表に影が見える。表へ出たぞ。逃がすな。そんな声に巻かれて三之条も救われたように外へ飛び出した。鮎川部屋の前に小さな土橋がかかっていたが、見るとそこを境として、 わらわらと駆け集まったものが、明かりの中に騒ぎながら動いていた。遅ればせに後から駆けてくる三の城の姿を認めると、そこに群がった鮎川部屋の者たちは、手を挙げて、迎え、咳立って、叫びながら。おう、先生がやってきた。早くおいでなぜ。早くだ、先生。村上先生。彼は息を切って、 ワイワイという幻想に取り巻かれた。孔の声、乙の声、兵の声が一時に三の城の耳へごたごたに飛び込んで、彼自身も何か声を発していた。ど、どうしたと申すのだ、うん、何がどうしたとあら、ご覧なさい、お稲さんだ。うん、おう、安なり三五兵。彼は、 拳をつかに乗せ、小尻を缶抜きに跳ね上げたまま、傍然とまっすぐに立ちすくんでしまった。きららを浮かしたような薄氷が張っていた。その川の水は、たった六七軒を隔てたのみであるが、三の城の目には、遠い海にも持っていかれるような、大きな運命的な流水に見えた。スラスラと、 下の土橋に足跡を残して、今、その顔向こうの道を歩いて行く、女と男のくっきりと見える影があった。三之条は、その両足を大地に凍りつけたように、手を下ろすことも忘れて立った。女は、お稲に違いなかった。お稲は、ほつれ毛の顔をうつむけて、 髪に乗せた手ぬぐいの端をくわえていた。また、サンゴベイは、その送信と惚れ張った白石な顔と、明らさまなびかりにさらして歩んでゆく。その女の一方の手は、サンゴベイの左の脇の下にしっかりと抱き込まれていた。また、彼の空いている右手には、 つららのような白い裸の刀が歩くたびにギラギラ光った。くしょう、ちくしょう、と、あゆかわ部屋のもので口の内で叫ぶものがあった。まるで道行きだ。ホイネさんの旅券がわからねえ。古い色男かな。そうじゃない。いやおじょそれにしたってガテンがゆかれや。 どうするんだい見ていんのかい見ているより他に仕方がねえや。助けに行けば、三ンゴっていう奴の刀が、お稲さんを刺す気でいんのだ。親分でもいなければ、手がつけられねえ。と、部屋の者は、こう囁いて、皆、ドスをさえに収め、しょうもなく凍えきった手を、懐の奥に組んでしまった。すると、三ンノは、 急に我に返ったように、一同の前へ手を広げて。そうだ、そうだ、よく分別してくれた。助けるつもりで、あいつにかかって、もし、おいねさんが刺し殺されたら、留守の親分に対して申し訳がない。親分に対して、第一に、この三之丞が、何を言いるんだい。途端に、ガヤガヤとしたかと思うと、どさくさ紛れに、三之丞の、 ほうや頭へ、いくつもの拳が振った。てめえの女じゃねえか、マルケベ。しばらくして、村上三之丞が気がついてみたときには、もう、鮎川部屋のものは一人もそこにいなかった。おねも、安成三五兵衛も。ただ、発冠の世界のように、下と、 氷と涙ばかりがあった。著者、山本周五郎。朗読、七味春五郎。ぶらいは打たず。一。浅木色にくっきり晴れた空だ。 春の遅い甲州時も3月という冷やしは争われず鼓には虎杖がたくましく目を抜き農家の裏畑岡続きには桃の赤と麦の青が目に鮮やかだ笹子川の白い河原をくくかすめ飛ぶ赤霊の声ものどかである大月の宿を出た街道は半里ほどするとつま先上がりに笹子峠へ一本道 右に整列な流れを見ながら行くこと30丁で、預かり村へ入る。峠にかかる宿のことで、茶店が3、4軒。名物の力持ちや笹ごあを売っている。じゅうさん、良いお日和りだの。おや、これは珍しい。さあ、おかげなさって。ごめんなさいよ。迷い商人と見える男が、 一軒のお茶店、へずいっと入る。主人の牢屋は茶を組みながら。毎年、八幡屋さんの顔が見えると、もうこれで春も決まったかと思うだが、今年は少し早いようだの。今年は、どうやら相場が上値を叩きそうだから、駒のうちに敷討ちをすべえと思ってね。十日ばか早くやってきたのさ。時にじいさん男は、 声を潜めて。向こうの茶店、だいぶ親分商の顔が見えているが、何かあったのかねさなことでこいすよ。老刃は茶を進めながら。おめえ様も知ってござるべ。稲崎の貸元で、さぬきや商兵という親分さんがいなすった。うろく、人徳のある人だそうだね。それかお前様、先月の7日に人手にかかって、 殺されなすっただ。えそいつは初耳だ。韮崎の讃岐屋庄兵衛といえば、近在2軍の縄張りを持つ立派な貸元であった。庄兵衛は切符もよし、金も切れ、おまけに特製で子分の面倒をよく見てやったから、百人余りの身内もできて、押しも押される顔役になっていたが、早くから。やくざ おれ一代きりだ。と言って、一人息子の半太郎は、十五の年に江戸の太物問屋へ方向に出してしまった。この商兵と酒好を飲み分けた弟分で、花井のと言われる爆地打ちがいた。之助という名だが、鼻が大きいので花犬。ひどく気の荒い、本性からのヤクザ仇であったが、おのぶという娘が一人ある。 これが親に似ぬ気力よしの上に気性も優しい出来物で、伊之助はこれを庄兵衛のところの半太郎と末は夫婦にしようと考えてもいたしまた庄兵衛とも話の暇には軽い口約束をしてあったところが庄兵衛の方では半太郎が15になるとポンと江戸の太物問屋へ奉公にやってしまった冗談じゃねえ。 イノスはひどく気色を悪くした。サムキの大事なとめをどうなさるんだいあっしゃ、おのぶを商人の嫁にするつもりはありませんぜ。どうかい,い俺はまた、ヤクザは俺一代と決めたんだ。仇が嫌なら諦めてもらおう。と、翔兵衛の本はあっさりにしていた。骨の髄までヤクザの水に染まったイノス この挨拶がぐっときたらしい。それからは、サヌき屋へ出入りもせず、類を持って集まるあぶれ者を身内に増やしてことごとに、小兵衛へ盾をつき、挙句の果てには、ヤクザの縄張りは腕と出てこい。とばかり、おっぴらに縄張りしを始めた。しかし、小兵衛はもともとヤクザに嫌気がさしていたところだから、子分たちの騒ぐのを強いて抑え、 黙ってイノスのするままにさせておいた。そんな状態ゆえ、やがてサヌキ屋の身内にも、小兵衛の態度に飽きたらぬ者が出てくる。一人かけ、二人去り、この四五年というもの、めっきり頭数が減ってしまった。ところへ持ってきて、今度の事件である。二月七日の晩、旦那衆の宴会に招かれて、小兵衛は一人で出かけていった。 その席で、イノスと顔が合い、何か二言と三言とやり合いがあったそうである。その帰り、坂本坂の杉並木のところで惨殺されてしまったのだ。それって、下手人は誰だか、分からずじまいだと牢屋は息をついた。まったもねえ、噂にやると、讃岐屋さんの方では、 伊之助親分が手にかけたものだと言って、その手帳もさえてあると意気込んでいるそうなが。へえひどく分上しそうな話だの。ひとあれあるだね。久しく親分衆の出入りを聞かなかっただが、今度はどうやら血の雨が降りそうだ。ご覧なせいまし、あっちの茶店へ来ているのは、サルキアのお身内衆でね。 今日、その江戸へ方向に出ていさした半太郎殿が帰ってござるので、ここまで迎えに出さしたという話だ。おや、そういえば、向こうの皆さんが、道の方へ出てきなすった。それじゃあ、息子どんが、見えたぞらよ。牢屋と客は、のき先へ出て行った。街道をやってくる若者がある。 背丈五尺四五寸ワーロー。閉まった体つきで顔の色白く、眉の濃い、目の涼しい、きりりとした男ぶりだ。旅自宅で左手に傘、両掛けを肩にしてやってくる。これが今、茶店の話に出た、サヌキ屋の半太郎である。茶店からバラバラと出てきた、吉蔵、平吉、倉治、丹座。 九太、又次郎という讃岐や身内の頭株をはじめ、十人ばかりの若いのがずらりと並んで。ええ、がいりせまし。母親分、がいりせまし。くじ打ちに言いながら頭を下げた。半太郎はそれを見ると両掛けを肩から外して。これは吉蔵さんはじめ皆さん、わざわざお迎えくだすってありがとう存じます。丁寧に会釈をした。 そのごいしゃくではおそれれります。どうか、お手をあげください。さぞ、お疲れでございましょう。峠にかかりますから、しばらくここでお休みくださいませんか。そうさせていただきましょう。さすけ、おこしかけを、おられ申せ。シャミセの将棋を払って、ハンタローを生じる。一度、ぐるりと取り巻いて、つくばった。地図が地面へ固いさをついて。この際や、 親分が飛んだことになりまして、お留守を預かった私ら一度、若親分にお合わせ申す思ってがございません。そのお詫びは改めてのこと。まず、お悔やみだけ申し上げます。さぞ、お力落としでございましょう。ありがとう。これもこうなる運命でしょう。半太郎は前も曇らせなかった。 微動の平吉が握りこぶしで目を引っこすりながら。しかし、親分を追っ手にかけた相手はわかっております。お察しかもしれません。花の、猪助でござんす。正午でもございましたか親分の死骸の上に、霊々と乗せてあったタバコ入れ、いつも花のが腰から離さぬ品で、そればかりか、白子入りの貯金まで、これ見逃しにいてございました。 またジロ申し上げます。顎のまたジロが、ぐいっと膝を進めた。その分、旦那衆の宴会で、親分と花色の間に、口論がありましたそうで、その説イ之助が縄張りのことでごてましたの、親分が。ひなしがしや、利をはたるような、ケチな真似をしてねえで。取るならすっぱりと、気持ちよく取れ。ヤクザの縄張りは、腕と腕だ。と、おっしゃったところ、花の目。 にやりと笑って、そうことが分かれば、好都合だと申したそうでござんす。死骸のそばに証拠の品を残しておいたのも、悔しかったら腕で来いという、果たし上同様のやり方なんで。一度揃って、治り込みをかけようと支度までいたしたのですが、若親分を差し置いて、勝手な真似はで決め。人たちでも若親分に恨みをおさせ申さなければ、というので。 今日まで、お帰りをお待ちもしておりました。地蔵がその後をくくるように。わらましは、身のようなわけでござんす。頭数は減っても、さぬけや一家、命を捨てて、若親分のお力になりますから。どうか、一日も早く、親分の恨みを晴らしておくんなせいまし。そうですか。いや、よくわかりました。は、静かにうなずいて、 どんなわけで、父が、非合な死にあったが、今日までそれだけが気がかりでございました。しかし、今のお話では、どうやら、ヤクらしい死に方をした、ということがわかりまして、ほっといたしました。皆さんにも、いろいろご心配をかけて、愛すみません。父に成り代わって、お礼を申します。と、とんでもねえ、そんな。それから、 半太郎は、吉蔵も慌てるのを制して。わざわざ、ここまでお迎えを受けましたが、私はご覧の通り、仇の飽きんど。あなた方と一緒に道中はできません。勝手ながら、一人で参りますから。皆さんはどうか、別においでくださいまし。と、えっと、おもはできねえのでござんすかせっかくですが、お断り申します。 それは、またどういうわけでわけは、うちへ戻ってからは申し上げましょう。では皆さん、お先へ、失礼いたします。半太郎はそう言うと、両けに傘を持って、呆れている身内の者には目もくれず、さっと立ち上がった。近くで、うぐいすが鳴いている。 にそれから、五日目の夜だ。らさき船岡のさぬき屋の座敷、障子ふすまを取っ払って、七十人ばかりの身内子分が集っていた。正面には、正兵衛の妻、おふさと並んで半太郎。二人の前には、頭数だけの小さな宝書包みが盛り上げてある。おふさの手首には、数図があった。 石蔵さん、皆さん、お揃いですか半太郎が聞いた。え一度、揃っております。さようですか。皆さんわざわざ、お集まりくだすって、お揃い入ります。今日は父の35日でもあり、かたかたお話申すことがあって、おいでを願いました。どうか、お楽になすってくださいまし。半太郎は、いずまいを直した。 お話と申すのは他でもございません。父の財政中は皆さんにもいろいろご厄介をかけましたが、ろくろくおためにもならず、あんなことになりまして、皆さんの前にお詫びのいたしようもございません。つきましては、父の死んだのを機会に、サルキア一家はこれで後を絶つことに決めました。皆さん、今後のこともご相談に乗れるとよろしゅうございますが、ご存知の通り、 私はすっかたぎのあきんど育ち。都政上のことは、とんとわかりません。それで、ここにょうのわえと、家屋敷を売った金がございます。母と談合の上で、頭数に分けてありますから。ちょ、ちょっと、お待ちを願います。いや、どうかしまいまでお聞きください。半太郎は、静かに制した。四五年来、さぬきやも、 落ち目になっていたそうで、とても十分のことはできません。不足でもありましょうが、どうかこれで皆さんご承知の上、ご命名の身を固めていただきたいと存じます。それで、地うが咳込んで口を挟んだ。それで、若親分はどうなるんです私ですか私はこれから近くへ小さな店でも借りて、慣れた太ももの飽きないでもしながら、 母の老後を見取るつもりでございます。二も,も飽けるのみんな、いく同音に驚きの声を上げた。私の帰りが遅れましたのも、実はその用意に暇取りましたので、お店からおたまをいただいたり、ご主人のお情けで今後ずっと品物を回していただいたりする手はずを決めてまいったのです。そ、それじゃ 亡くなった親分の仇はどうなさるんですはないのはピンピンしていますぜ。若親分、まさかあやつを生かしておくと言うんじゃござんすまいで。丹沢平吉九太がじれて乗り出した。半太郎は別に席もせず。皆さんはどうおっしゃるか知れませんが、私は父の仇を討とうなどとは思いません。なんなん ござんすって。ヤクザ都政は初めから命をかけているはず。強い者が勝って弱い者が負ける。ただそれっきりの世界。人並みの義理や人情を持ち出すことのできない、いわば人間の道を踏み外した家業でございましょう。切るも切られるも、元より家業柄のことで、仇の私どもが関わるべきことじゃありません。若親分 タンザがずいっと膝をすすめた。お前さん、それで悔しくはありませんか。親を殺されて残念だとは思いませんかい。それとこれとは話が別でございます。ハンタロウはきっぱりと答えた。別だとは、どう別なんで。それは言えません。そうだろう。言えなかろう。タンザがガラリと態度を変えた。お前さんは、 奥病風にとっつかれているんだ。男の少年をなくしているんだ。なんだ、らラボめンた丹ざ、口が過ぎるぞ。うっちゃっといてくんねえ、吉兄。あんまり人を馬鹿にしやがん。こいつら、命を投げ出して、親分の仇討ちをしようとしているんだ。それはなんだいヤクザが殺されるのは家業柄だクソくらえ。親を殺した等の野郎が、 大手を振って、野さばり返るのを見ながら、太もの大きなよしで、よう過ごそうなんて、んなの腐ったような、くじなしめ。まあ、待て、待てったら丹沢。またね。こんなふぬけとは知らず、今日まで待っていたのはこっちが苔だ。親分の恨みは、この丹沢一人で、立派におはらし申してみなあな。この、人目なしめ。いきなり拳をあげて、 半太郎に殴りかかろうとするのを。待て、丹三、危ねえ。と、二三人で抱きすくめる。話してくれ。俺は、肝が煮えてしようがねえんだ。話してくれ。まあ、よい。俺に任せろ。と、ようやく、表へ担ぐようにして連れ出した。半太郎はじっと、騒ぎの静まるのを待っていたが、やがて静かに顔を上げて。それでは、 これで申し上げることは終わりました。おっつけ法事で、寺から人が見えるはずですから、失礼ですが、これでお引き取りを願います。じゃあ、と、吉蔵が言った。どうでも、今おっしゃった通りになさるおつもりでござんすか母も特心の上でございます。何もおっしゃらずに、お引き取りくださいまし。半太郎は報酬、法書包みを、 ずっと前へ押し合った。というわけだそうですよ。へえ<ー>。あれから二年経って、春立ち帰る三月の初め。ニラ席の宿外れで茶店の老婆と、これは旅人らしい男との話である。それで、身内の人たちはそれがね、初めのうちは、若親分を置いて、 自分たちだけで殴り込みをかけ、親分の仇を打つんだと騒いでいたようですがね。当節はみんな、利にさどくなっていますから、一人抜け、二人抜け、中には、伊之助親分の杯をもらうものもできたりして、とうとう、おじゃになってしまいましたよ。万太郎さんというのは、どうしましたいここいった辻のところへ店を持ちましてね。毎日金材へ。 太物のかつぎ飽きないに出ていないますが、若いに似合わず親孝行ないい息子さんでございますよ。そうかねえ、うーん。おや、そういえばそれ、向こうへ風呂敷包みを背負った人が来ましょうが、あれがその半太郎さんでございますよ。旅人はうばの指さす方を見合った。半太郎はすっかり日に焼けた。 木綿も,ものの合わせに小倉の帯、赤まみれの足袋をはき、大きな荷を背負って、額には汗さえ滲んでいる。茶店の前へかかると、ええー、やりでございました。と、道場に愛想を言って通り過ぎた。日が暮れかかっていた。釜出し側の方から夕萌屋が立ち始めて、駒ヶ岳の峰だけが、 くっきりと、車輪を受けている。半太郎は、額の汗を拭きながら、黙って、なあて道にかかった。祝愛の空き地続き、荒れた畑の一本、桃の花が、音もなくこぼれている。道祖人のほこらのところまで来ると、もし、半太郎さんと、言いながら、娘が一人、すっと出た。 花の井之助の一人娘で、その時二十二。肉付きの良い、目のかわいい、小柄な女だった。ああ、おのぶさんですかお疲れでございましょう。よく、ご精が出ますことね。貧乏暇なしですよ。あの。おのぶは、つま先を見下ろしながら、自分でパッと顔をあからめた。この間の手紙。 読んでくださいまして。ああ、拝見出しました。それで。おのぶさん、あの手紙は恋文でしたね。半太郎はたしなめるように言った。これからはどうかあんなことをしないでください。私はこの通りの貧乏商人。親子二人の口を過ごすのがやっとのことで、まだ嫁を取るの何のと言っている暇はありません。待ちますわ。 待ちますわ、わたくし。おのぶさん。半太郎は、きっとなった。それは無駄ですよ。いえ、いくら待ってもらっても、無駄だと言うんです。私はご存知の通り、片木の飽きんど。あなたは立派な貸元の娘さん。とても、嫁に来ていただくわけにはいきません。知っていますわ。おのぶは、もう半分泣いていた。半太郎さんは、私の父よ。 んんででいらっしゃるんです。私の父があなたのお父さんをお待ちなさいい,いえ言います私の父があんなことをしたという噂私はそれを聞いて死ぬほどびっくりいたしました私は本当に父に代わって自害をしてお詫びをしようと思ったんですでも死ねなかった死ねませんでしたわ幼い頃から 心の内に染み込んでいたあなたの面影。それが目にちらついて死ねなかったのです。おのぶさん。あなたの口からおのぶと一度でも呼んでいただくまでは、私、どんな辛いことも辛抱して待ちます。5年でも10年でも、あなたがこうしろと言えば、どんなことでもしてみせます。ね。 はんさん。あきらめてください。わたしには、これだけしか言えません。さようなら。まって。ひと目についてはお互いの迷惑。これで、ごめんをこむります。はんさん。半太郎はんたろうは、にをゆりあげると、表を背けて、急ぎ足に去っていった。さん。 おっかさん、肩でも思いましょうか何いいよ。お前、昼の稼ぎで疲れているんだから。まあ、ちょっとお休みな。疲れるほど稼ぎもしません。ちょっと捕まるだけでも捕まりましょう。そうかえ。すまないね。晩飯の片付いた後、貧しい明かりの前に母とこの二人っきり。半太郎は母の背へ回って、そっと肩をなれ始めた。 ねえ、半太郎や。お房さはしばらくして息子の気を兼ねるように言い出した。お前は怒るかもしれないが、実は今日もおのぶさんが来たんだよ。お母さん、その話ならもう、そりゃあねえ、お前の気持ちはよくわかっているんだよ。だけど、あの子のことを考えると可哀想でね。親同士があんな間違いを犯したために。 若いお前たちが、おっかさん、半太郎は愛願するように。ご庄だから、そのことは言わないでください。半太郎は、仇のは金んです。どんなに濃い焦がれた相手でも、ヤクザの娘はもらえません。けれどお前、もしや、と、おふさは、恐ろしいものに触れるように、もしや今でも、お父さんの仇などと、 はっはっは。<laughs> 半太郎は軽く笑った。こいつちすみませんが、お父さんの死んだのは、ヤクザ徒生の自業自得。ご情報の裏を抜けて、世間の道を踏み外した者同士の切ったったは、仇の者に関わりのないことです。人を殺しても、悪かったと、一度も悔やむことのないようなものは人間じゃありません。人間でない者を相手に、敵だ仇だと言ったところで、 始まりませんからね。そうだとも、こっち。と、言いかけた時どしんとき、ドシンと、激しく、裏の雨戸へ、人の当たる音がした。何だろうおフサが驚いて振り返る。途端に雨戸が外れて、抜き身を持った男が飛び込んできた。ハンタロウや。大丈夫です、お母さん。怯える母親を背にかばったハンタロウ。誰だい わめいて立ち上がった。飛び込んできた男は、慌て外れた雨戸を立てながら、わずった声で低く。それが、ちょっとかくまってくんね。終わられているんだ。いや。半太郎は行転した。お前さん、いのすけ、さん。え振り返ったのは、花のいのすけだった。さすがに愕然と立ちすくんだが、檻から表、バラバラと、 走ってくる人の足音。猪助は片手拝みに。そうね。こことは知らずに飛び込んだんだ。仲間の紛争ごとで取りまかれ。のっぴきにならねえ猪助だ。かくまってくんね頼む。頼む。半太郎は耳押しほど唇を噛みしめていたが、やがてこくりとうなずいた。ようございます。こっちへ、お上がんなさい。 聞いてくれるかいありがてこの難度へ入っておいでなさい。猪助を難度へ押し入れて後を閉める。何があったかという顔で再び母の背へ向かった。道の足音は一度通り過ぎたが、やがて引っ返してくると、どんどんと激しく表の雨戸を叩く様子。どなたでございますか半太郎は静かに答えた。ちょっと、 あげたくんで。なんぞ、ご用でございますか尋ねてことがあるんで、あげてくれ。半太郎は土間へ降りて、一歩身を引きながら、雨戸を細めに開ける。途端に、抜き身を下げた土星人風の男が三四人、戸を毛離さんず勢いで踏み込んできた。乱うな、どうなさるんだ。うるせえ。立ちふさがる半太郎の鼻先へ、 一人が白人を突きつけながらまめいた。今ここへ、花色のやつが逃げ込んできただろう。どこへ隠した下手にかばいだてをしやがると、ぬのただ青がねえぞ。お前さんは、どこの誰ですかい半太郎はびっくりともしなかった。誰だろうと、ぬの詮議は受けねえ。花色が来たろうと聞いているんだい。返答しろ。ええ、面倒だい。さ探ししろ。 ふっと踏み込もうとする前、半太郎がぐいっと立ちふさがった。ちょっと、ちょっとお待ちなさい。矢探しをするとおっしゃいましたね。結構です。存分にお探しなさい。だが、一言聞いて断っておきます。お前さん方も知らぬはずはないでしょうが、ここは二年後に死んだサヌキヤ・シ兵衛の家ですよ。え そこにいるのはおふくろ。私は小兵のこの半太郎です。今は仇の飽きんどだが、お前さん方に矢探しをされて、もし猪助さんがいなかったら。私は黙っているつもりでも、死んださぬきや小兵の血が黙っちゃいませんぜ。それをご承知の上で、特進の行くだけお探しなさいまし。あがりも、お貸し申しますよ。男たちは、出鼻をくじかれた。 サヌキ屋の遺族の住まいとは知らなかったらしい。年笠の一人が慌てて抜き身を下ろしながら。こら、悪いことをいたしました。私たちは西条村の南言の身内で、とんと不安内な,なもんですから。お騒がせもして、おい、すみません。何、サヌキ屋さんのお宅と伺っただけで、花犬のいねえことはわかります。どうか、ご勘弁くださいまし。おわかりになれば結構ですが、念のため、 ご案内をいたしましょうか。何そのご年には及びません。どうも、とんだお騒がせをいたしました。おふくろ様へ、よろしくお詫びを。挨拶もそこそこ、みんな外へ出る。<laughs> やろう、喉へずらがりやがったら、西を笑ってみろ。口々にわめきかわしながら立ち去った。たろうは、足音の遠のくのを聞きぎすまして雨戸を閉ざすと、再び上がって、 母の背をさすり始めた。そのまま、およそ四半時もする。やがて、難度をそっと開けて、井之助が出てきた。座らなかった。と、そこへ座るの。ああ、俺には追いませんよ。よかったら、すぐに出て行っておくんなさい。今夜は何も言わねえ。おふささん。と、井之助はおふさを見て、 おかげで、命ノは助かった。おめえから息子んによく礼を言ってくんな。決してこのままにはしねえ。改めて挨拶をするから。それには及びません。いやあ、今夜はこれでごめんを小室。猪助は抜き身を持って立ち上がった。半太郎は黙って見ていたが、猪助の姿が古外へ消えていくと、 何を思ったか、いきなり仏壇の前へ行って。ほどさん、すみません。避けるように一言。あとはむせびあげつつ、そこへ泣き伏してしまった。その夜から数えて五日目のこと、半太郎が一日の稼ぎを終わって、夕食の後片付けをしていると。 年寄り役のたざいもんがやってきて。あんたのどんや、お疲れのところをすまないが、ちょっと顔を浮かしてもらいまいか。何かご用でございますか少しばかり訳があって、稲田へ人が寄っているのだが、どうしてもお主の顔はいることになった。手間は取らせないから、顔出しだけしておくれ。ご丁寧なことで、ようございます。ご一緒にお供をいたしましょう。 いや、案内をするから。母親に後を頼んで着替えをした半太郎。たざえもんと一緒に家を出た。稲田屋というのは街道裏の料理茶屋で、田舎風に商府も抱えているが格は悪くない店。調薬の寄り合いにも使われているくらいで、別に怪しむ気持ちもなく半太郎は入っていった。構わずおいで、二階だから。 どんなお顔ぶれでございますか何行きゃわかるよ。と、多ざ門が先に立って広い階段を上がる。右手の広間、障子を開けると女っ気なしの二十畳に七八人の親分衆が居並んでいた。さあ、お入り。と言われて、半太郎をはっとした。これか。年寄り役がついているんだ。悪いようにはしないからずっとお入り。 そうですか。では。と、こごしをかがめて入った半太郎。松田に膝をついてふと見ると、右手にいる伊之助の姿を見つけて、ぎょっとした。ドロドン、よく来てくれた。伊之助は手で席を示しながら。さあ、ここがお主の席だ。ずっと進んでくんで。これにいらっしゃるのは同業の親分衆。 お主の知ったお方もあろうが、こちらは縄手の安左衛門さん、次が伊予子さん、隣にいなさるのが甲府の和田屋玄米さん、伊沢の吉兵衛さん、釜無の原心さん、倉敷のゴンクロウさん、と、人型り紹介するのを黙って聞いていた半太郎、伊之助の口が切れると。それで、と青ざめた表を上げた。私を、 お呼びなさいましたのは、どういう御用でございますか四。その明けは、私が話そう。甲府の和田玄がキセルをはたいた。この間の晩、稲崎の伊之助とナゴンドンの身内と出入りがあって、澄んだに危ないところ、お主の起点で助かったそうだの。お恥ずかしいうございます。 ふだんのつきあいどころか悪い因縁のある中でよくそうしておやなすったさすがに庄兵衛殿の息子さんだと聞いた私も口はばっていが感心申しましたそれについて稲崎のが来て言うのに庄兵衛殿との間違いは取り返しをもねしかし今度という今度はお主の前に男の頭を下げてどんなにでも詫びをする どうか前のことは水に流して勘弁してもらいたいとこういうのだ。はい。それで私も韮崎のがそこまで言うなら何とか測ってみようとこうして讃岐屋に縁のある人たちに集まってもらったのだがどうだろうお主の気持ちは半太郎は答えなかった。和田源はなだめるように続けた。 ついでに、いっちまうが、さ崎のお主にわびようとようには、もう一つわけがあるんだ。それは、おのぶさんのことだ。ちょっと、お待ちなすって。たろうは、手を挙げて、ぎった。おのぶさんのことを伺う前に、一言、伺いたいことがございます。甲ふのおじさん、ごめんくださいまし。和田源しゃくをして、 半太郎は、ぐいっと猪助の方へ向き直った。猪助親分、今を伺えば、取り返しのつけようがないことだとおっしゃったそうですね。取り返しのつかぬことを、どう浴びて取り返そうというおつもりですかすまねえ。猪助は、孔病を垂れた。あの時は気をついたわ。サヌやとの口争いに火がついて。 つい思い切った間違いをしてかした。この間の晩、お主に命を救われた時、俺らは夢から覚めたような気がした。猪助は初めて人らしい気持ちになることができたんだ。悪かった。お主の気の済むようにするから、どうか勘弁してやってくんね悪かった。サノやヤ・兵ョを殺したのは悪かった。 こうおっしゃるんですか。面目ね。この通りだ。イノスが、そこへ両手を下ろす。途端に、ハンタロウの左手が伸びて、わ田げんの腰のものをひっつかんだ。おいさん、拝借。というと、立ち上がりざま。おとっさんの仇。イノス首をもらうぞ。わみきながら、抜き打ちに切りつけた。あ、待、ま、て、ハンタロウ。一座が仰天して立ち上がったときは之助、イノ 肩から胸まで切り下げられ、血に染まってそこへ倒れていた。ハンタロ何をする和田玄が、羽がいじめにするのを、ハンタロは強力に引きずりながら叫んだ。人を殺しても、悪かったと、一度も思わぬような奴は、ヤクザの気風かもしれぬが、人間じゃない、犬畜生だ。犬畜生、親の仇と狙う私じゃありません。だが、 悪いことをしたと後悔して、人らしくなれば、お父さんの仇。今こそ、恨みを晴らさなければなりません。甲府のおじさん、話してください。もう、待て。俺たちの面を、過ごす気か。ほっ。おっ話でおくんだぜ。猪助が、苦しそうに叫んだ。今の、今の一言で、今日までの半太郎殿の、 苦しい気持ちがよく分かった。私は、切られます。これで、借りが返せるんだ。猪之助は息をついて。その代わり、あんたろうどんに頼みがある。どうか、どうかおのぶのこと頼みます。今日まで言わなかったが、あれは私の実の子じゃあねえ。死んだ女房の連れっ子、オラとは、 これっぽっちも血のつながりのねえ娘だ。ハンタローどおのぶの行く末を頼みましたぜ。ハンタロ返事をしてやれ。和田源が低く言った。もう断末まだ。安心させて眠らせてやれ。け、聞いてくれるか、ハンタローどん。しょ 承知だ。と言ったが、半太郎は思わず、そこへ、どうと座り込んだ。猪助はあたりを見回して。甲府の初め、ご一頭。猪助は二年後、確かに小兵丼を手にかけた。こう。これは立派な肌打ちだ。ご一頭で、お上への承認を、頼みましたぜ。 よし、小田玄が確かに引き受けた。ありがて、小兵殿の血を、おいらの血で洗ったのだ。これで、半太郎丼とおのぶの中も、さっぱりと、清められるだろう。あとは、メイドで、小兵殿に、詫びを言うだけよ。そう言い終わると、伊之助はがっくり。 前へ飲めって、絶足した。窓の外では、夜霧の中に、音もなくほろほろと、桃が散っている。勘弁機。山本周五郎。一。どこまで連れて行くんだ何もうそこだよ。 同じ言葉かり言っているわ。もうやがて、塩置き場ではないが。塩置き場が恐ろしいわけでもないだろう。インド・ヤゴベイは、見たりと笑い、丸い肥えた肩をすくめながら、空を仰いだ。それより見ろ、いいけだぞ。須藤・新六郎は、苦々しげに唇を歪めた。つまらぬことを、面白そうに持って回るのが、ヤゴベイの癖である。 着物の襟が曲がっているのを注意するのにも、いろいろ遠回しにほのめかしたあげく、行って小麦を見ろ、というような風だった。新六郎の方は単純で直接で、いつもけじめのはっきりしたことを好んでいた。襟が曲がっていれば、襟が曲がっているぞ、というだけである。やごべイに従えば、しかし、それは曲がなさすぎるという。それではかえって、 相手に恥をかかせるる場合もあるやはり自分のようにするのが人情の機微に触れているというのだった毎月十五日に馬回り版の若侍たち十人ばかりで回り持ちで武道の話をする集まりがあったその夜も立岡一之進の家で十時頃まで話した帰りに面白いものを見せるから是非と誘い出した 今日もなかったが、あまり熱心に進めるので、言うなりについてくると、城下を出外れ、旭川の土手に登って、ずんずん川上の方へ行く。もうすぐだというばかりで、何も説明しない。その様子が、いつもの思わせぶりに見えるので、新六郎は、次第にバカバカしくなり出した。秋十月の、静かな夜で、ちょうど頭上へ登った月が、 川ーナにキラキラと、光を投げていた。そのあたりは、両岸とも、アレチや、ソ林が続いていた。ひっそりと眠ったように、黒ずんだ森が見え、早くも裸になった梢の枝を、サむざむと、月に照らされている、奈良の林が見えた。深い藪の奥の方で、何かに驚いたネトリや、けたたましく叫び、バサバサと、羽ばたきをして、 すぐにまた静まった。おい、ここだ。静かにしてくれ。ヤグベイが、そう言って足を止めた。土手の右は川、左側に枯れた草原があり、その先に赤土のかなり高い崖が伸びている。そう見回したって、ここに何もあるわけじゃない。見せるというのはこれだよ。ヤグベイは、 そっと自分の指している大剣の使え手をやった。これは気候も知っている通り夏の初めに求めた淡田口の神闘だ。みんなの鑑定で姿は良いが切れ味は悪かろうと言われたあれだ。インド、試し切りかそう言うだろうと思ったから黙って連れてきたんだ。しかし相手は古事記だ。いや、まあ聞けよ。半月ばかり前から。 俺は食事を運んでやっている。小事期否認と落ちぶれては、生きていても世のためにはならぬ。言ってみれば、くつぶした。それを半月、俺は養ってやった。つまり、今夜あるがためさ。見ていてくれ。待て、インド。それは乱暴だ。インド。呼び止めたけれど、ヤゴベイはもう、大股に草原を歩いていった。月をいっぱいに浴びた赤土の崖の一部に、 入り口を枯れ草で囲まれた洞穴が見えている。ヨゴベイは、その洞穴へ近寄って行って声をかけた。ごれ、オシューとやら、もう寝たのか洞の中で何か答える声がした。なぜまいれ、月見戻りだ。思考の残りを持ってきてやったぞ。もう一度、答える声がした。そして、穴の中から古事記が出てきた。 新六郎は土手から降りて草原の中に立っていた。ヤコグベは紙に包んだものを古事記に与え、ちらとこっちへ振り返った。そして古事記がもらったものを押しいただいたとき、彼はちょっと身を引くような格好をした。えいっという叫びが聞こえ、白人がキラッと月光を切った。なかなか的確な一刀だった。古事記の体は、 なぎ倒された草のように右へよろめいた。しかし、それは切られたのではなかった。右へよろめいたと見た次の切なに、小敷はすっと立ち直っていたし、どうしたものか、氷のように鋭く光る大剣を抜いて、西岸に構えていた。新六郎は、あっと思った。ヤゴベイの驚きは、それ以上だったに違いない。彼は逆上した様子で、絶叫しながら、 無に無んに切り込んだ。まるで、桁違いの腕である。これは、あべこべに切られる。そう思ったので、新六郎は、大きく声をかけながら、二人の間へ割って入った。お待ちください。お待ちください。危ない。インド、刀を引け。二。歳は、二十七か八であろう。 瓶髪も伸び、長いロークで肉も落ちているが目つき口元に凛とした気質が見えるし月光に映し出された肩のあたりもつづれこそまとっているがどこか公然たるものを持っていた私は松野金吾の、父は金右門と申しました彼はさっきの無ぞりの直刀を仕込んだ竹杖を抱え ほら穴の下の枯れ草の中に腰を下ろして、月を見上げるようにしながら語り出した。新六郎は彼と向き合って座り、ヤグベはその後ろへ、下がったところにいた。そして、まだ時々苦しそうに、深い息をついては、生唾を飲んだ。じゃあ、ヤの国、タコ取リハン七百国の勝ち組番頭を務めておりましたが。 今から六年前、ある事情から、組下の者のために闇討ちを仕掛けられ、抜き合わせはいたしましたものの、ついに切り伏せられてしまいました。以来私は、その仇を求めて、諸国を巡って歩き、ご覧の通り、彼は袖を返して苦笑した。骨直否認の境涯にまで落ちぶれました。しかし、その甲斐あって、ようやく、党の仇の居所を、 突き止めることができたのです。仇は、五島藩にいたのです。こときホ岡山本人ギャグベイが、身を乗り出した。して、その者の声明は、何と言いますいや、待て、それを伺う前い。新六郎は、遮って聞いた。お尋ね申すが、御三夫が、お撃たれなすった事情というのは、どのようなものですかそれは、申し上げられません。 ふと、目をそらす表情を、新六郎はじっと見守りながら。しかし、伺わなければならぬ、と、たたみかけて聞いた。こうして、無理にお身の上を打ち明けていただくからは、我々としても、武道の手前、聞き捨てにはならぬ。しかし、ご尊父のおうたれなすった事情によっては、はなはな申しにくいが、お力添えはなりかねます。だからぜひ、その事情は、 聞かしていただかなくてはならぬと思います。申しにくいことなのです。金五郎は口こもりながらいかにも言いにくそうに答えた。しかし、さよう。やはり申し上げるのが本当でしょう。実は、その者は私の妹に連母して、再三ならず文をつけ、また酒の上でしょうが、路上でプレイな振る舞いをいたしました。 それで父がメンバーしたのです。言葉はどうあったか知りません。しかし、父は少なくとも他人に聞かれる場所を避けるだけの思いやりは忘れませんでした。それが原因でした。申し上げたくなかったのは、そういうかんばしからぬ事情だったからです。それで十分です。新六郎は頷いていった。その者の,の生命をお聞かせください。 旧主下にいるときは、飯沼激之助と言いました。ご当藩では、立岡一之進と申しております。立岡一之進ヤゴベが驚きの声を上げた。新六郎はそれを押さえつけた。そう言いありませんか当人を、しかと見届けています。確かに間違いはありません。新六郎は、ちょっと考える様子だったが、 すぐに向き直って、はっきりと言った。よくわがりました。及ばずながら、ご本望を達するよう、お力添えをいたしましょう。しかしなお、数日お待ちください。晴れて勝負のできるように、はからいたいと思いますから。お話申した上は、万事、お指図通りにいたします。よろしく、お頼み申します。では、声はこれで。そう言って新六郎は、 ヤゴベイを促して立った。江空や朝にも、また、お目にかかりにも言います。松の金五郎は、土手の上まで送ってきた。月はいよいよさえ、霜でも降りるのか、空気は広く冷えてきた。新六郎は黙って、大股に、ずんずん歩いてゆく。ヤゴベイは、その方を見ながら、後ろから、とぼとぼついていったが、やがて、 いかにも困惑したような調子で言った。どんなことになったバカな真似をしたものだから。すまぬ。けれど、新六郎には聞こえなかったものか、何も言わずに歩いていた。彼は、立岡一之進のことを考えていたのである。ここへ来る前、今宵は一之進の家で、礼月の集まりがあったばかりである。その顔も、 話す声つきも、まざまざと印象に新しい。いや、そればかりではない。一の進は彼にとって妹婿だった。己の妹さだが、一の進に貸して、もう半年になる。そういう男とは思えなかった。新六郎は幾くたびも同じことを呟き続けた。三。 立岡一之進は三年前、藩主池田光政に見出されて岡山藩へ仕官した。直々のお取り立てではあるし、創術に優れた腕を持っていたし、そして性格の丸い、現状な人付き合いの良いたちだったから、神のおぼし飯も家中の評判も良かった。新六郎の家へはヤゴベイが初めに連れてきた。そして、 毎月の集まりに加わばるようになってから、人を介して、妹の定に、結婚を求めてきたのである。はじめは一応断った。家柄も血統も、よくわからぬ、他国から来た者に、妹をやる気にはなれなかったのである。けれど、老職の、池田現場が間に立ったので、ついに婚約を承知し、それから半年ほどして、この四月に、修言をしたのであった。 そうだ。そうかもしれない。新六郎は家に帰り、新所に入ってからも考え続けていた。そういう過去の失敗があったからこそ、立岡一之進の性格は、今日のように丸くなり、健常になったのかもしれない。あれだけ壮術に優れていながら、少しもそれを表面に表さず、出頭の身でいて、常にへりくだった態度を忘れない。 そういう虚偽の裏には、高取藩での大きな加護があり、それを肝に銘じて立ち直ろうとする努力が、今日の彼を成しているのだ。だから、もし現在の姿が偽りのものでないとすれば、むしろ彼は喜んで、松の金五郎と勝負をするに違いない。金五郎という男もかなり腕が立つ。一之進の槍は定評がある。 勝負はどちらのものになるか分からない。けれど、撃たれるにしろ、帰り撃ちにするにしろ、これで一之進はさっぱりと過去の過ちを生産することができるのだ。彼もさぞサバサバすることだろう。そこまで考えて、新六郎も気持ちが落ち着いた。そして、そのあくる日、食事をしまってから、神山町筋にある立岡の屋敷を訪れた。 べの月夜に続く、からりと晴れた爽やかな午前だった。案内された客間には、あるじ、市之進のほか、インド、ヤゴベイがいた。二人は、小裸に何か話していた。新六郎が入って行くと、ヤゴベイが、にやっと振り向き、よう、もう来る頃だと思っていたよ。彼はそう言って、少し座を譲った。どうぞ、こちらへ。 どうぞ。早朝から失敬します。えしゃくして座に着くと、新六郎はヤゴベ衛を帰り見た。それでは、もう話はしたのだな。うん、話した。みんな話したよ。覚えがあるのか、盾岡。一之神は、さすがに、おもむせな顔つきだった。ちょっと目を伏せて、しかし、悪びれずにうなずいた。若気の過ちだった。 そう思うそうかに一言もなそそれでいそそれ以上何も聞うようはなそよそしてうそうそういうからには覚悟は決まっているうろうないそそいつうもういいんだヤコそうがそばから口をそんだそのことなうもうそ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 うしうそうそう 新六郎には、その竹勢が、何であるか分かった。彼は手を伸ばして取り、ぐっと引き抜いてみた。まさしくそれは、昨夜の古事記が持っていた、あの、無ぞりの直刀であった。どうしたのだこれはどういう意味だ俺が切ったんだ。ヤゴ兵イが、ズバリと言った。ことの起こりは俺だ。俺が試し切りをしようとしたために、あんなことになった。 立岡は宝勇だし、聞こうとはまた、義理の兄弟になる。俺のつまらぬいたずらから、こんなことになっては、両方に申し訳がない。だから、俺はあれから引き返して、切ったんだ。そう言って、ヤゴベイは、己の大剣を手に取り、二人の前へ差し出しながら、大きく笑っていった。やっぱり、青田口の浸透はよく切れるよ。見せたいくらいだった。新六郎は、きっと目を上げた。 インド、気候をどうして切ったえ尋常に名乗って切れる相手ではない。どのようにして切ったが気候。それは、いや、それは、まさにそうだ。ヤグベイは、ちょっとどまった。彼は確かに、俺より上を使う。だが、俺たちと話し合った後で安心していたらしい。滝の手引きをするから、一緒に行こうと声をかけたら。 彼は慌てて、洞ながら入らしてきた。そうやった。騙し討ちだな。さっと、新六郎の顔が青くなった。四。騙し討ちだな。という一言は、ヤゴベイをびっくりさせたらしい。ヤゴベイだけではなく、一之進も、はっとしたように目の色を変えた。新六郎は、 その二人の顔をしかと見て、彼らと自分の考え方の隔たりの大きさを知った。もはや、言葉ではどうしようもない。言葉で彼らを切腹することはできないと思った。インド、気候は俺が松野金五郎に力添えをすると約束したのを知っているはずだ。松野は俺たちを武士と信じて全てを打ち上げてくれた。いいか。 この二つの点に、しかと念を押しておくぞ。どうしようというのだ、須藤。一之進が、探るような小姉で聞いた。その目を、ひたと見返し、竹杖の刀を左手に持って、新六郎は座を立った。この刀は、俺が預かっていく。俺がどうしようと考えているかは、それで推察がつくだろう。だが、妹の縁に繋がる気候と、 命のやりとりをするようになろうとは思いがけなかったよ。言い捨てて、足早にその部屋を出た。玄関でヤゴベイが追いついてきた。待て、スオ聞こう、本当に盾岡を切るつもりなのか勝ち負けはわからぬ。草履を吐きながら、新六郎は答えた。俺は刀の持ち主に訳したことを、この刀に果たさせるだけだ。どう、どこ それは俺の面目を潰すことにもなるぞ。面目だとほとんど叫ぶように言って、新六郎は射抜くようにヤゴベを見た。貴様に、どんな面目があるんだ、インド。恥を知れ。この刀で切るのは、一之進一人ではないぞ。よく考えて、覚悟をしておけ。そして新六郎は、そこを出た。彼はその足で、池田現場の屋敷を訪ねた。 怒りのために身も心も震えていた。言葉ではどう言いようもない。最も正常なものが最も穢れた土足で踏みにじられた。そのやりきれない汚辱感が血に染み込み全身を駆け回っている感じである。彼は現場にご主君への目通りの叶うように頼んだ。どうした何かできたのか司祭は午前でなくては申し述べられません。 なるべく早く、お目通りの叶うよう、お計らいを願います。だが、理由が知れなくては、計らいかねるぞ。一体、どうしたというのだ確かに、死災もわからず、目通りが願えるものではない。新六郎は、やはり事情を語らなければならなかった。聞き終わった現場は、広く、当惑した様子で、長いこと、黙って考えていた。そうか。 死いはそれで分かった。坂本が望むなら、配、は、越、い、の儀を願ってみよう。何分、お頼み申します。一両日うちに援助をやるから。そう聞いて、新六郎は現場の屋敷を辞した。そして、家へ帰ってみると、妹のさだが来ていた。どうしてちょっと戸惑いをしたが、すぐに察しはついた。 一之進に何か言い含められたかそれとも自分の死案でかいずれにせよ取りなすつもりで来たに違いない。そう思ったので言葉もかけず今へ入った。妹は後を追うようにしてきた。何の用があってきた彼は叱りつけるように言った。佐田は静かにそこに座って兄を見上げた。 私、去られて戻りました。えっと言って、新六郎は妹を見直した。全く思いがけない返事だったのである。そして、そう聞いたときすぐ、これが俺の返事だ、という、一の進の顔が見えるように思えた。今こそ正体が分かった。天上の裏に隠されていたもの、人に取り入ることの巧みさ、ヤゴベの、 呂烈な行為にも察して驚かなかった態度。それこそまさに、松の金右衛門を闇討ちにした彼の少年だ。過去の過ちから、正しい人間に立ち直ったと見たのは誤りである。彼はやはり、卑劣で醜悪なのだ。ただ、それを隠していたに過ぎなかったのだ。お前は、盾を変えかした体ではないか。新六郎は、 妹を眠つけながら言った。己に過ちのない会に去られるということはない。なぜ戻った死ぬはずでございました。サダは、つつましく答えた。でも、私、身一つではございませんので、それで戻りました。見わっているのかはいと言って、うつむくサダの頬に、勝つかな。 恥じらいの色が動いた。新六郎は、キリキリと、胸が痛むように感じた。けれど、すぐに心は決まった。よし、死んではならぬ。その子は兄が引き受けた。丈夫に産み落として育てるのが、これからの、お前の生涯の務めだ。めめしい心では、据え遂げぬぞ。サダは、黙って両手をついた。しかし、 その柔らかな肩のどこやらに、母となるべき女の固い決意が漂白されていた。五。次の日、現場から迎えの使いが来た。すぐ途上のできるように、朝上下に支度を垂らしていった。現場は彼を自分の今へ通した。考え直してみないか。路人は、 なだめるような口調で言ったそこもとの芸をもんずる気持ちはよくわかるしかしここは一つ雪がかりの感情を抜きにして考えてみたい松の何がしの行進はまことにあっぱれであるし非業の死も痛ましいにはそういないがインドのしたことも悪意ではない同じ家中の放有のためを思ってしたその結果が道に外れたことになったので 動機はやはり借用すべきものがあると思う。無論、これが事の起こる前なら言うことはない。しかし、当の松の何がしが死んでしまった今、血縁でもないそこが代わって仇打ちをするというのは、浮きすぎではないか。インドをも切ると言ったそうだが、今更二人を切ったところで、松野の命が取り返せるものではない。この上また、 二人の命を失うということは、悲惨の上に悲惨を重ねるだけではないのか黙って答えない、新六郎の拳が、袴の上で、かすかに震えていた。考え直してみ、須藤。世の中には、武道一点を押し通すだけで、済まぬ場合もある。この上、二人死者を出すことはないぞ。では、と、新六郎は、 お目通りのことは願いませんかわしは考え直してくれと申しておる。その余地はございません。彼はきっぱりと言った。申し上げるまでもないと存じますが、人の命はまさしき道の上にあってこそ尊いのです。このような不法・無道を見逃して、どこに正しき道がありましょう。 大切なのは、生きることではなく、どう生きるかにあると信じます。私は、彼らを切ります。やっぱりそうか。やっぱりと、現場は、た玉息をついた。そして、彼の方は見ずに、独り言をやくような調子で言った。言い出したら聞くまい,い。だが、よくよく勘弁するように申せ。殿は、そう御意なされた。 お通りには及ばぬと思う。おかみが、おかみがそう仰せられましたかはじめて新六郎は手を下ろした。かたのを存じます。そのお言葉は、お許しの御意と承ります。勘弁とは、徳と道を観光し、わきまえる意味。必ず、大せに背かぬよう、つかまつります。厳し役のお沙汰はないから。 承知つかまつりました。現場の屋敷を辞した新六郎は、家へ帰ると、すぐ二通の書状をしたためた。松野金五郎の打たれた場所を指定し、七つ時、午後四時までに来いという文言である。それを立岡とインドへ持たせてやると、家父を招いて身の回りの始末をした。妹貞は、前の日すでに、 親族へ預けてあった。自分に万一のことがあった後、歌詞たちの困らぬようにしておけば、それで思い残すことはなかったのである。しかし、それから一時ほど経った時、立岡とインドから書面を付き返してきた。こちらは指定の場所へ出向く必要を認めない。かような書面を受け取る理由もない。両方とも、 そういう意味の手紙がつけてあった。おそらく二人で相談の結果したことであろう。新六郎はちょっと考えていたが、それをまとめて池田現場のもとへ届けさせた。こうなれば、こっちから乗り込んで行くより他に手段はない。彼は心を決めて、すぐに身支度をした。インド・ヤゴベイの家は城の大手。 災大時町の中の辻下がりにあった。玄関に立って穴井を買うと、歌詞が出てきて、主は留守だと答えた。留守というのは確かが。ご不信なれば、あわっておためください。出先はいずれだ。縦岡様へと申し残されました。それなら確かだ。そう思ってそこを出ると、堀り端へ出て、 北へ向かった立岡の家は上野町にある少し前から吹き出した北風がようやく強くなり乾いた道からしきりに砂塵を巻き上げていた彼はその風をし切るようにまっすぐに歩いていった6立岡の家は門を左右に開き 玄関まで清綱が巻いてあった。彼は門前で立ち止まり、たすきをかけ、汗止めをし、袴の立ちを取って、左手に竹爪の刀を引っ提げながら、大股に玄関へ近寄っていった。声をかけたが、返事はなかった。二度、三度。それでも、出てくるものさえなかった。彼は草履を脱いで、 式台へ上がった。それを待っていたように、正面の水戸が開いて、立岡一之進が現れた。すっかり身支度をして、鞘を払った搬送を買い込んでいた。来たか、出過ぎ者。叫んで、槍を取り直す。新六郎は、竹杖の刀を抜いた。山田の国、高取藩士、松野金五郎に代わって、 亡き親子の恨みを晴らす。勝負。勝負と叫んだ彼は、自分の胸板を槍へぶっつけるような態度で、ズカズカと一之進の方へ歩み寄った。方も実も捨てた態度だった。まるで開けっぱなしだった。さあ、この胸の真ん中を、つけと言わんばかりである。一之進は、思わず後ろへ下がった。その刹那に、新六郎は、 水戸の一枚をけ倒したパリッという激しい音を立てて、スイートが倒れる途端に、彼はつぶてのごとく、次の部屋へ飛び込んだ。そこには、インド・ヤゴベイがいた。一の神が、スイート口から誘い込むところを、脇から切って取る構えだったのである。だから、いきなりスイートを蹴倒されたとき、ヤゴベイは、裏の裏をかかれて、カット逆上し、 飛び込んできた新六郎へ夢中で切りつけた。無論、届くわけがない。空を打ってのめり、畳へ割りつけた。その時、新六郎は、もう一の神を縁先まで追い詰めていた。屋敷の中はひっそりとして、一瞬、すべてのものが音を潜めた。一の神は、搬送を中断に取り、庭を背にして立っている。新六郎は、 刀を正眼につけ、相手の目をひたと見ながら、ぐいぐいと真っ向に進んでいく。ヤゴベエなどに目もくれなかった。絶叫が起こり、一之進が突っ込んだ。新六郎は避けもせず、そのまま踏み込んで上段から切り下ろした。一之進の槍は新六郎の着衣を貫き、新六郎の刀は一之の進の真っ向を割っていた。 ヤゴベイはその時新六郎の後ろへ迫っていたそして一之神が槍を突っ込むのと同時に後ろから新六郎の左胴へ切りつけたそのたちは少し下がったけれどまさに腰骨の上へ入った胴へ入ったら地名だったりそういない腰だったので骨へ達しただけだった新六郎はうんとも言わず振り返り 貴様、いつも後ろからだな。と、叫んだ。ヤゴベイは、身の太ちを振り上げたが、切り込めなかった。新六郎の腰は、たちまち血に染まってゆく。しかし、平然たる顔で、ぐいぐいと進んできた。ヤゴベイは、蒼白になり、右へ回り込もうとした。その刹那に、新六郎が飛び込んだ。貴重のような素早さだった。 あっとヤゴベイが夢中で刀を振ったが、新六郎の打ち込んだちは彼の首の根を半ば以上も切り離していた。切った。そう思った。そして倒れているチノシンとヤゴベイの姿を見返して彼はぐたりとそこへ膝をついてしまった。初めて腰の傷が効いてきたのだ。しかし彼が崩れた時、 庭の方で人の声が聞こえた「傷をした様子だ行ってみてやれ」聞き覚えのある声だった彼ははっとして目を上げた狭い庭の先が甲山木の生き垣になっているそこに馬上の武士がこちらを見ていた「殿だ」「忍び姿で傘を深く下げているがそれは御主君」 三正公に紛れもなかった。新六郎は平復した。そこへ庭の木戸から現場が入ってきた。それを追うように三さの呼びかける声が聞こえた。傷が治ったら二人の紙を持って高取りへ届けさせるがよい。戻るまで平紋を申しつけるぞ。平復した。新六郎の目から。 はらはらと涙がこぼれ落ちた。戻るまで平門。その一言に慈悲のすべてがこもっている。やはりご主君は自分のしたことをおわかりくらすった。新六郎は表をあげえず、くくとむせびあげた。現場が近寄ってくる。やったのやったのという声が感動に震えていた。 著者山本周五郎朗読七味春五郎白尾橋の仇討ち一全馬高木宗兵衛鈴木能登神というビビたる商班の宗術らん版である漢方二年に御年二十九歳妻をおしゅんと言った宗兵衛は豪衆の三 合法のせいで、すこぶる完璧が強く短期であった。大田与平。同伴士で、感情型務め。双米より五つ年長で三十四歳。姓恩賢抹消時期の後半死である。双米とは隣り合って住み、極めて親密、ほとんど兄弟同様に往来していた。官方二年正月。 双米の妻、お春が女を産んだ。大田与平は行って名付け親となり、美代と名乗らせた。翌三年の五月、大田与平方で妻、もよが男を産んだ。今度は高木が代わって名付け親となり、三郎と付けた。三郎を産んだもよは産後、純実を経て没した。しかし幸いにも高木の家では妻、お春が、 いまだ子供の血離れを済ませていなかったので、三郎はお旬のもらい地で育てられた。三年後、延長二年の四月、高木の妻は男、宗太郎を産んだ。事件は、この宗太郎の出生と同時に起こっている。よ兵いるか庭から、 高木がぬっと入って、例のように声をかけた。今は戻ったところだ。まあ上がれ。大田は出資から戻って、支度を解いていたところである。二人は園近くに向かい合って座った。長年の吉見に座って、頼むことがある。高木が改まって言った。最初、預かってもらいたい。どうする俺は、 今日へ登る。大田は、ただ驚いて目を見張った。俺は、今のような生活は、もうたくさんだ。こんなちっぽけな班で、デクども相手に、己の生涯をやみやみ縫い潰すことはできない。俺は自分が、高木宗兵だということすら、忘れかけているありさまだ。宗兵はしばらく、間を置いて続けた。気候には話さなかったが、 平日、知人を頼って、今日で手鶴を求めておいた。ところが、どうやら世に出る機会がありそうだと通知があったのだ。俺はもう32だ。俺は試してみるつもりだ。で、行くのかうん。それについて、なるべくなら、早まって祭司に苦労はかけたくないと思うから、向こうへ行って位置が決まるまで、どうか気候を預かってもらいたい。 大田与平は、高木が一度言い出したら、決して思いとどまる男でないことを知っていた。だから彼は、心よくうなずいて言った。よし。仕方と預かろう。三年でも五年でも。ありがたい。これで重荷を下ろした。そして間もなく、高木は主家に糸間を買うて、江戸を去った。当時なかなか脱藩などということが、 容易にできるわけのものではない。しかし、主家鈴木のとの神というのが、極めて微々たる小藩である上に、高木に対しても、平素相当な待遇ができなかったのだから、煩わしい問題は起こらなかった。かくして、おしゅんと女美よ男宗太郎とは、大田与平の屋敷へ引き取られた。与平は、妻もよに死別してから、 独身を通し、乳母と下男と若党のみで穏やかな生活を続けていたので、男三郎にとっては自分の地兄弟の二人と、またその父で育ってくれた懐かしいおばさまと同居するようになったことが大変な喜びであった。幼い三郎と美代は片言を交わしながらよく遊んだ。 勉強が4年続いた。5年の7月12日、開炎と開園されて、要は秋を迎えた。しかし、今へ登った高木宗兵衛からは何の落とさもない。一度妻を瞬に頼りがあった。こっちの都合はうまくいっている。もうすぐに迎えを出すつもりでおる。わざと余兵殿には頼りをせぬ。そなたから、 よろしく申し伝えよというようなことが書いてあった。彼が京へ立ってから三年経つ。寒炎元年十二月、江戸は将軍家が琉球市を隠建するので賑わっていた。雪模様の寒い一日、大田与兵の屋敷を訪れるものがあった。玄関へ出た下男の五八は、あっと言って声を上げた。 高木様では高木だ。と言って、侍は、ひどい一手記を下男に吹きかけた。なるほど、それは高木だ。しかし、なんと変わったことだ。色も冷め果て、島目もわからぬ衣服、羽織もなく、大刀を一本ずり落ちそうに腰にしているばかり。埃りまみれの素足に、申し訳ばかりの草履。 酒焼きも髭ももうもうと伸びて、見る影もないという言葉が、自ら上がってきたありさまである。高木だ。と、彼は再び、手記と共に叫んだ。高木が帰ったのだ。余兵目にここへ、出迎えろと、そう申しつけろ。高木という声に、奥の間から飛び出てきたおシュン。敷地へ出たが、はっと、そのまま、 そこへ立ちすくんだ。まあ、といったまま。高木は今日から帰ってきた。今日でどんなことをしたかは誰にも口をんして語らなかったが、しかし彼の変化した性格は十分今日における彼の失敗を語っていた。高木の完璧はいよいよ激しく、いよいよ強情に。 いよいよ必要になってきた。大田は、失意の友を見るに忍びなかった。そこで彼は、二三の重役をときまわって、高木の再使官を願った。いくらのとしが商販でも、これは明らかに主家侮辱である。最初は、こっぴどく跳ねつけられた。しかし、あくまで友情に準ずる大田の懇願は、 ついに重役たちを動かした。もちろん高木の腕が重役たちの間に惜しまれていたことも大なる原因であったであろう。高木聡兵衛は今日から帰った翌年、寛演二年の正月から官僚型として再出資を許された。しかし、それは帰って悪かった。高木聡兵衛は、 人生の徹底を求めた。徹底した生活を欲しいしかるに人生は彼に背を見せた。誇りある武士としてはこれは打撃である。彼は膝を屈して今日まで出かけていった。しかるに今日は彼を笑って追い返した。彼は再び元のうなぎの穴へ戻らねばならなかった。しかもそこで 例の薄暗い不活発な小判の感情型を務めなければならなかった。ふん。と、彼は貧章を漏らした。彼は先たりになった。加害、議場などへ、ピンと出入りした。同僚と絶えず論を構え、みりに暴言を吐いた。見かれた大田予兵が意見をすると、帰って予兵に食ってかかった。そしてしきりに、 こんなことを言った。気候はさぞ愉快だろう。俺がこんなに成り下がっているのがな。ふん。俺を感情型に推挙して友達面をするそこは知れているぞ。火山のない彼がそうして日夜飲酒にふけるには、もちろん正しからざる財の出所がなければならぬ。彼は主家の金に手をつけ始めたのだ。 こんなことがいつまで知れぬはずはない。高木の不行席はたちまち重役の耳に入った。大田予兵の援護の会もなく、感情型改め、彼の生産明細書は彼の不正を古才に摘発した。高木総兵は主家を追放されることになった。 今は何を言ってもつかぬ。高木の深刻な失意の心は、大谷によくわかっていた。彼は友の破滅が、言葉などで慰めることのできるものでないことを知った。ただ、最後まで、法雄として、できる心づくしをするほかはない。太田与平は、同僚をといて、幾くかの選別を送り、一夜、 両名の同僚を語らって、高木の家に別園を張った。春雨、しとしとと、けぶる夜である。気まずい主演であった。集まった者は、主角ともに言葉がない。桜の噂が出るかと思うと、お船倉新築の話に移る、というありさまである。高木は四重うつむいて、ちびりちびり。 坂月を干していた。時が移っていった。四つの鐘が鳴った。客たちは坂月を置いて別れを告げようとした。と、今まで石のように黙って酒を煽っていた高木が冷ややかに声を上げていった。傭兵、逃げずともよい。逃げる大田は たたちかけた膝を戻した何をバカな逃げるわけがあるかだがもう夜も更けている夜に借船でもあるか <laughs> それとも心に恥じて言いにくいか聞こやよったよそれだから言わせも果てず高木宗兵持っていた杯をあふれる酒もろともにピシリ太田の表に投げつけた日の目抜かすな 両名の同僚は、はっとして、王田の袖を掴んだ。いや、ご安心なされ。何でもござらぬ。王田は、返しを取り出して、表にかかった酒の雫を押し拭いながら、両名の連れに、手真似で,で黙っているようにと示した。物が言えまい。と同じ空をして、人を罠に駆け負った。ふん。それを知らんとでも、思っているか。 高木は相手に手応えのないのを見ると、さらに逆上して、キリキリと歯を噛みながら、何か致命的な毒舌はないかと、自ら手に汗を握った。そうだ、俺が悪かった。気功を怒らせるだけでも、俺に足らぬところがあったのだろう。許してくれ。君子すらはよせ。俺の留守中、貴様はおしゅんと何よ。何大田は、 高木が許すことのできぬ言葉を口にしようとするので、ついに座を立っていった。気候は酔っている。だから俺は大抵のことは黙って聞く。だが、どうしたながどうしたその表は何だくそと、言いざま、すでに半ば狂った高木は、足を上げて前を蹴った。前は砕けて、皿小鉢は悲惨した。まさに落下牢石である。言い訳があるなら言え。 ふぎものめ二人の同僚は事件の起こるのを恐れた。で、両方から大田の腕を掴んで連れ帰ろうとした。李比はわかっている。大田じ、さ、帰ろう、帰ろう。主覧の友の暴言を特古に取ることの大人げないことを知っていた大田は、唇をしたたか噛みながら、両名の連れと黙って座を去ろうとした。どこまでも相手が逆らわぬとなると、 えてして完璧は募るものだ。最後の毒舌も相手を立たすことができぬと見た高木は、すでにヒポコンデリの悲劇的発作に陥った。待ていざまに、傍らの刀に手がかかる。と見る、ふすま際で振り向こうとした大太余兵の真っ向へ、抜き打ちに切りつけた。泥酔していた上に、腰の伸びた抜き打ちである。十分、体をかわす余地はあった。 が、不幸なことに、両名の連れが、大田を挟んでいた。あっ、と、身を引いたが、帽子先で、肩へ二三寸切り込まれ、ふすまもろとも、どうと倒れる。途端に、乗り込んで打ち下ろす二のたちを、辛くも抜き合わせた小刀で受け止めた。が、すでに初立ちで傷ついている。呼吸が乱れる。瞬時は呆れていた、両名の同僚。 理不尽な高木の人長に、今はこれまでと、宝勇の義理だ、助立ちもそう、と言い様抜き連れて高木を切った。寛延三年、三月二十日の夜の事件である。大田与平は、二人の宝勇に助けられて家に戻り、十分に傷の手当てをして即刻、 係へ右の沙汰を届け入れた。しかし相手は藩が追放した男であり、しかも李妃は商人もいることゆえ、大谷は別に何のお咎めもなく、傷養状十分にいたせというお言葉があっただけで、このことは沙汰みとなった。高木宗兵衛の妻お春は、夫の亡骸を始末すると、 李氏を連れて即夜、江戸を立ちのいた。二、こうは、十五年経った。かの事件に連なった二人の同僚は、法歴二年、前後して早く世を去った。大田与平は無事に予約を務め通したが、年々霊の傷が痛んで、九年後、 すなわち、宝ん十一年、六月、高い下。臨重人へ兵は、当時十八歳であったくサブロー・おきとしを、枕べに招いて。心にかかるのは、う友、高木・そうべいの家族だ。お春殿は、お前の父親であり、みよそうたろうは、う兄弟である。どうか、彼らを探し出して。 世話をしてやるように、と繰り返して遺言した。サブローは父の没後、大王子、立花氏後見にて家督を継ぎ、明和元年、父の名を襲って、勘定型勤めに出資を仰せつけられた。で、明和二年、かの事件後、十五年目の春である。八丁堀の師匠のもとへ、笛を習いに行っての帰り、 沖としは、墨ば橋を渡って、京橋へ出ようとしていた。その時、向こうから来る娘と、ふと目があったが、沖としはなぜか、とむねをつかれるような気がして立ち止まった。と、相手の娘も、ちょっと立ち止まり、じっとこちらを見たが、たちまちまた、とごみの中へ、紛れて見えなくなった。ほて、 どこかで見たようだが、サブロウは首を傾けながら家に帰った。同じことが日を置いて三度あった。三度目に彼は膝を打って叫んだ。高木の、おみよ殿だ。そこで彼は四度目の会見を待った。サブロウはその日、例の京橋のたもとで時を測って待っていた。しかし、とうとうその日、 かの娘は姿を見せなかった。次も、その次の日も、娘は再び三郎の前に現れなかったのである。こうして春も去り、夏も行き、秋が来た。その年の八月芝浦で万宝と呼ぶ、一条ばかりの海魚が獲れたのを、ヤシラが両国広小路で見せ物に出していた。 一日、サブロウは友を連れて、戦争時に参拝した戻りに、その万宝を見に行ったが、途中、柳橋まで来ると、ふと人混みの中に、高木の娘、おみよが、若い男と連れ立っていくのを見出した。サブロウは急いで近寄り、声をかけた。高木の、みよ殿ではござらぬか。娘は、愕然として掘り向いた。 はっという、娘の軽い叫び。続いて、連れ立っていた若者が、きっと見返って、あなたはどなたか、と、サブローに呼びかけた。ああ、おのは、そ太郎殿とのではないか。見忘れたかほ太のサブローだ。サブローは言いながら近寄ろうとした。が、指定はたちまち、群衆の間に見えなくなってしまった。 サブローは、おぼろげながら、父と高木一家との行きさつを耳にしていた。しかし、あれだけ深い抗議のあった自分たちの間に、いまだその陰影が覗かれずにいようとは考えられなかった。一体、どうしたのだろう。ここで、高木一家のその後のことを話さなければならぬ。 お春は江戸を経つと、夫の郷里、豪州彦根へ帰り、夫の登園でもあり、自分とも血筋のつながる柳田家に身を託した。お春は大田与平に対して少しも敵意はなかった。むしろ長年の間世話になったのだし、心では常に礼を述べていたのである。夫の死についても、もちろん、当の下手人は、 大田与兵他二人であるが、元はといえば、高木自身の理不尽からである。こちらから何を言うこともできるわけのものではない。しかし、世間はそうは見ぬ。お春の気境とともに周囲の者は、ほっと打たれながら、人たちもあだにむくわで、のめのめと帰ってきた女。として、一様にお春に後ろ指を指した。 そればかりではない。貴心の誰彼は二人の子、身を宗太郎に向かって、父の仇は大田与平ほか二人であること。一日も早く成人して、父の恨みを晴らすようにと、折に触れては教え込むのであった。かくして、宗太郎が17歳の年、すなわち法歴12年、一家は周囲の義理。 一族の切腹にやむを得ず、党の仇を討つべく江戸へ下った。一家は南鞘町に借屋し、母と美代とは陳仕事をして生計を立てながら、それとなく仇のありさまを伺った。しかし、無論お春には、そこまで行ってもあだ討ちの意志はなかったし、美代もほとんど気が乗らなかった。ただ、 っきな男、た太郎のみが復讐の念に燃えていたのである。恩はん、あだはあだだ。血を撃たれたからは、そのあだを撃たねばならぬ。もし、おやならば、やめてくだされ。私一人で、立派に撃ちます。た太郎の決心に、母も姉も、言葉はなかった。た太郎は、大田与平とほか二人の死を知って焦った。が、 母と姉の進まぬままに、明日こそ、明日こそと、空な日を送っていくのであった。しかしいよいよ、琉球藩の開口は、蒼太郎の決心を固めさせた。彼は三郎が八丁堀の笛の師匠に通っていることを探り知っていた。一家は、ついにどんズまりまで行き着こうとするのである。 話は、前に戻る。かくして一方、京橋の開港といい、柳橋の出海といい、確かに高木一家の江戸にいることを知ったサブロは、地の遺言を守るために、怒りもして一家を探し出し、相当の世話をしようと、それからも毎日心がけて怠らなかった。名は二、日のと取年、冬、十月四日の、 昼頃である。上の師匠からの帰り、サブロー・キトシが南サヤ町の通りを抜けていた。と、ある横丁から若者が一人、バタバタと駆け出てきたが、血の仇、大田サブロー、待てと、叫び様、ま、抜き打ちに切りつけた。よっと、身をかわして振り返る、途端に二度立ち、たたた。 サブロウは視察って副作をと、大敵をユンデに構えて叫んだ。待て。仇呼ばわり、覚えないぞ。待て。だが、宋太郎は、ほとんど逆上している。聞かぬ。抜け。わめくよと見る。た、真っ向から切り込んできた。それ喧嘩だと、ちまたは、右往左往の人の波。そこをかきのけかきのけ、海外宿、身支度した娘、おみよが、 この前出てきた。よ、お宮殿。驚いてサブロウの叫ぶ間もなく、会見を抜いて、父の仇と、ただ一声、弟と共に切りかかった。懐かしやお宮殿。私はどんなに、そなたを訪ねたか知れぬ。さても、綺麗になられたことよ。宗太郎殿も、成長なされたな。おばさまは無事か、と、口まで言葉はついて出ながら、 相手は白人を振るって自分に迫る。打つも打たるるも、これ、死兄弟。サブローは死弟の刃を持った笛で左へ右へかわしながら、ひとまずここを逃げようと決心した。で、隙をうかがって、バタバタ、白尾橋の方へと走り出した。が、集まっていた野獣馬どもに遮られて、たちまち死弟に追いつかれる。いた仕方なしに、 ちょうど傍らに土蔵を建てている。その狭い小道へと駆け込んだ。だが、不幸にもそこは袋工事である。閉まったと思って戻ろうとするとすでに、小道の中へ指定が入ってきた。絶対絶命である。壮太郎は竹に来る。車ャニに突っかかってくる。途端にサブロウは小刀を抜いた。ほんの脅しのつもりである。 突っ込んでくる宗太郎の立ちを払う。勘、入れ違いに飛ぶ、おみよの担当。身をひねってかわす、と見る。打ち込む宗太郎の刀を避け、体当たりをくれて、たたた、小道を表へと走り出た。な表は例の、黒山のような群衆だ。駆け出たサブロウは、群衆を乗けるはずみに、土蔵に塗る荒木田の根ってある中へ、 ずぶり滑り込んだ。と、仇。追っかけてきた宗太郎が、泥の中に倒れたサブロウを、拝み打ちに切った。うっと、サブロウ。肩先を深く切り下げられながら、泥の中で身構えたが、すかさず踏み込んだ宗太郎の切っ先、寄せておいてつかがらみ、ゆんでにつかんだ泥の目つぶしを、宗太郎の表、ば。 たののををおえてりむくぐると、何しろ、初めての真剣勝負である。三郎も相太郎も、もうすでに疲れ始めた。しかも三郎は、肩に深手を負っている。だだだ、と、一丁ばかりも言ったが、橋の手前まで来て、石につまずいて倒れた。おしゅんが、 遅ればせに馳せつけてきたのは、この時である。サブロウの倒れるのを見てソ太郎が、しすましたりと駆けつけて追い打ちに、腕の伸びた、拝み打ちとこれが、体をかわす間もなく、サブロウの左肩を背から切った。ん切らせておいて、寝打ちの帰り合いば、ひらめくと見る、ソ太郎の左足を、すねから切って落とした。もう 左足を地について倒れる宗太郎。おかせず、おみよが探検の諸手好き、サブロウの火腹へぐっと、父の仇。サブロウは振り返って、痛手に震える悲痛な声。懐かしいや、おみよとのと一言。宗太郎は膝でずり寄って、復讐の獣の会ぎいらってふたたち、 めくらめっぽうに切りつけたが、自分もそれで、規則、延々である。母の、お春が駆けつける。娘をみよが会いぎながら、かさま、とどめを、と、探検を渡す。もう、どうにも仕方がない。受け取って、サブロウを引き起こす。んと、サブロウ。空虚な目で、お春を見て。 懐かしいや、懐かしいや、と、しゃがれた声で言った。高木の、おば様、ま、おしゅんは、目をつむってぐっと、とどめを刺した。大田与平、おきとし、22歳。高木春、44歳。同じく宗太郎、20歳。道美世、23歳であった。 事件は、抗議の手にかかった。こうなると高木一家は、名がき討ちであるだけ得である。主家鈴木との守のにおいても、あながちに大田方をかばうわけにはいかなくなった。昭藩の悲しさか、叱るべき人物のいなかったゆえか、時代道徳のもたらした大きな過失であったか。ともかくも、 大竹は取り潰し、高木一家は抗議より勝利された。どの仇打ち話にもないように、高木一家の始末もわかっていない。主家鈴木家はもちろん引き取らなかっただろうし、出世した噂もない。が、接客となった宗太郎と母と姉とのその後の生活こそ、思うだに意味くも、 あやしである。